仕事、いや、やめてないよ。仕事終わり、仕事終わり。やってる、やってる。なんで仕事辞めたことにされてんの？俺、A 型作業所って言って、障害者が働くところですね。A 型作業所で働いてます。お、あれ？アムチンってさ、あの子じゃん。お酒飲んでわーってやる子じゃんよ。わーってなんか、よく見るんだけど最近。アホな子でしょ。アホだけど稼いでる子でしょ。この子。なんか、タイトルが過激なことよね。ふわっちを変えてやるみたいな。違うのかな？偽物かな？多分この子そうなんだよね。あ、そうだそうだ。いつも椅子の上でふんぞり返ってる子だ。アホな子だ。アムチンって言うんだ。はい、わずつ。いや、知ってる知ってる。アホな子だなぁと思って。バカな。最初俺、このアムチンとこ見たときに、俺、男の配信者だと思ってたんだよ。男の配信者が、なんつうの？女装っていうの。女装してる子だと思ってて、あれ？と思って、この子、あれ女なのかなと思って。そうそうそう。俺男だと思ってたんだよね。最初。このアムチンっていう子。で、ちょいちょい上位でさ、閲覧すごいあるからさ、あ、女なんだと思って。男だよね？合ってるよね？うん、男か。うん、まだ男か女かも分かってない。面白いよね、この子ね。うん。あ、男だったんだ。うん。石田さんはどつ。あーちゃんはこつ。カエルさんはどつ。うん。いやー、アホですよ。うん。ニコ生の方がウケいいんじゃないの？キャラクター的に。男か。あ、俺女なのか男なのか。最初男だと思ってて、あ、女の子なのかなと思って。で、男なんだ。もうわかんないわ。もういいよ、男でも女でも。男なの？まあ、男なんか女なんかもうよくわかんないよ、もう。ここまで来ると。うん。あ、男だったんだ。バーガープレゼントありがとう。黒馬さんバーガーありがとう。うん、いや、もう全身筋肉痛なんだけど。マジでね、首はムチ打ちだし、やばいよ、本当に。思ってたよりもダメージが深い。もう、膝は痛いしさ。あの人たちの手加減は全然さ、一般人のさ、ニートからすると全然ダメだよ。本当に。あれ、戦っちゃいけない人たちだよ。トレーニングしなくても強いやつ強いんだから。花山薫でしょ。見た？あの腕の太さ。何回ダウンしたか。ジャブでダウンだからね。もう情けないよ、本当に。体中もう、ビキビキです。僕は今。ビッキビキ。お疲れ。ほんと疲れたよ。ゴンタはどつ。はい、マキルさんバーガー5個ありがとう。ありがとね。マキルさんありがとう。やばいんだけど今月売り上げ。もう6日なのに2万だよ。どうしたんだろう。急激になんか売り上げ下がってんだよな。なんだろうな。なんかわかんないけどね。ちょっとやばいね、今月は。旅始まるしさ、仕事辞めるのにさ、やばいよほんと。食ってけんのかな。ちょっと不安になってきたよね。おお、ありがとう。レクチー、ありがとう。ユーミンお疲れ。レクチーありがとう。いやー、タイムシフト見たけどもう、ひどかったね。情けない、情けない、ほんと。ガチッチ強すぎるんだよ、あいつ。あいつはひどいよ。強いよ、ほんとに。エコついてない？嘘。あ、マジで？あ、ついてない。嘘。待って。音声フィルター。ちょっと待ってね。プロパティ。あ、ごめんごめん。間違えてた。テーステース。テーステーステース。音どうですか？テーステーステース。来てる？おい、エコーかかってんのかよ。トレーニング配信多いから。いやー、どうなんだろうね。やっぱりそれが原因なのかな。神回ではないだろう。普通に32歳のおっさんがガチで喧嘩強いやつにボコされるっていう。うん、ただ単に神回でもなんでもないからね。普通に喧嘩はしちゃダメっていう。体鍛えてるとか体力自慢じゃないやつが、生きがるとこうなるっていうさ、いい事例だったでしょ。うん、あ、喧嘩って良くないなって。OK？ ありがとうよ、レイト。いやーもう本当にね、情けなかったよ、マジで。足しになれば、ありがとう、バタフライテール。ハート10個ありがとう。ありがとう、みんな応援してくれて。助かります。まあそうだよね。やっぱ雑談が見たいもんね。あと、そう、アイテムくれるタイミングみたいなのってさ、やっぱ作らないといけないんだよ、配信者って。投げやすさっていうのかな。そうそう。なんかね、受け手じゃダメなんだよね。攻めじゃないと。ハートありがとう、俺口。そう。やっぱりね、攻めていかないとダメなんですよ。確定申告シーズンなんで終始ない。あ、多分ね、それもあると思ってる。3月は辛いね。本当に辛い。どこも辛い。みんな言ってた。ドルさんに言われたもん。ワド、行く100万って。やばくない今月みたいな話してて。いや、今月辛いっすねって。うちもダメだわって言ってた。ドルさんが。今日はちょっとなーって言ってたね。辛いっすねーって言って。で、不安なんだよね。4月になったら絶対良くなると思ってるし、みんな配信者は。たださ、その、サラリーマンと違って固定給じゃないわけよ。でもさ、ある程度は確保しちゃうわけじゃん。くれなにさんはある程度その見込みみたいなのは立ててやっていきたいから、実力上げてくしかないんだよな、本当に。でも、本当あれだよ。みんなのこのアイテムは無駄にしないから、ちゃんとやっていくからね。言ってたもん、どれさんも。全く同意見なんだけど、配信ってやっぱお金かけたい部分とかもあるよねって。例えばなんだけど、さ、キックボクシングの企画やりますって言ったら、おお、殴り合えって感じじゃん。応援するよって感じだけど、例えばさ、このヘッドギアでしょ、マウスピースでしょ、ボクシンググローブでしょ、マウスピース、ボクシンググローブで、このバンテージとか、その一個一個全部金かけてるわけよ。で、そんなのお前は勝手だろっていうの分かるんだけど、その通りなんだけど、俺からするとさ、これってさ、その6月まで期間限定のために投資するわけですよ。こういうセットは。分かる？で、これ、使わなくなるわけじゃん。一生ものじゃないんだよ。ずっと格闘技やる人からすると一生ものだけどさ、あと保険も入るでしょ？あとなんだ？他に何がある？あとレガースって言って、その、キックの練習をするためにドレさんとかタイガーがつけてたキック用のこういうやつがあるんだよ、うん、だってお前過去にとらわれないんだよね。俺は過去にとらわれてるけどお前も過去にとらわれてる。俺も意味わかんねえとか勧誘が来てるが悩みでなんだこいつブロックでーす、うん、よくわかんないわ、うん日本語がわかんないよ、もう。絡みたくない。誕生日配信はまあ、どうだろうね。5月だよ、誕生日は。旅の最中ですよ。旅の最中。まあでもね、3月は辛いね。ちょっと流れ変えたいかな。全体的に低いから。うん、仕事辞めるプレッシャーとね、やっぱ稼げなくなるっていう、ちょっと不安が出てくるよね。うん不安が出てくる。やっぱドレさんのやつ本革だからすごいいいんだよね。使い込んでてシワができてたりとか長く使えそうだけど、これ合成のビニールだからすぐ破れちゃうねやっぱ。まあいいんだけど、3ヶ月しか使わないから。まあいろいろお金かかるんですよ経費が。毎月誕生日だから、まあキャバ嬢とかがよくやるのは誕生日を4回作るってやつだね。3回か4回作ると。で店を変えるたんびに誕生日の設定を変えて、誕生日なんだって。でキャバ嬢ってその太いお客さんに何をプレゼント頼むかっていうと、同じものを頼むんだよ。例えばカルティエのバッグとか言って、同じこれが欲しいって言って同じものを買うの。で1個持っとけばそのお客さんにありがとうってできるわけじゃん。で残りの3つ4つとかすぐ転売するの。だから歓楽街ってその高級ブランドの買い取り屋さんがいっぱいあるんですよ。食べ配信中はみんな応援したくなるだろうからアイテム投下率増えそうですね。俺はね多分閲覧増えると思うし、アイテムはやっぱり閲覧が増えたら相乗的に増えていくから、まあ俺の役割はアイテムくださいっていうよりも閲覧数増やしていって、みんなが面白い面白いって言ってフォローしてもらえるような配信をするのが、まあ俺の仕事だよな。プロとしての俺の仕事だと思ってるよ。それ以外できないじゃん。なんか確率を増やすとか機械費用を上げるとかいろんな言い方があるんだけど、経営の用語だと。まあ簡単に言うとチャンスをつかむかつかまないかは分かんないんですよ。ただやっても赤字にならないビジネスモデルなのね。時間をかければかけるほどチャンスが増えるっていう形態だから、まあそのリスクがかからないんだったらやるべきだっていう考え方。まあ、なかなかね一概にそううまくはいかないんだけどね。これいいよね。ニコニコのやつだとシーン切り替えこうゆっくり変わらないんだけど、これゆっくり変わるのよくない？こうやってエンディングっぽさ、わーって。これ結構いいんだよな。遅くすることもできるんだけど、例えばもっとゆっくりこうファーってファーっていいでしょ。映画っぽいでしょ。借金あるけど辛い借金あるけど辛いって俺に言ったところでどうなんだよ、それを俺に言っても何も変わらんぞ、パチンコばっかりやってるからでしょ。なんでパチンコやるの？わかんないけど。もうだから病気なんだって、病気。エクスクリプトはね有料なんだよ今。1年間で3000円なかな、1年間で4000円かな。で探してたのエクスクリプトと同じようなソフト。そしたら無料でOBS っていうソフトがあって、 OBS ですね僕が使ってるの。これ無料なんだよ。あれ早かったな、今。あれこっちは早くなるのになんでだ。あれこれゆっくりだよね、あちゃんとなるか。首鍛えてなかった。もう首がむち打ちでだから痛いよ本当に。こんにちはゆめさん。儲けたいんだったらパチスロなんか絶対やらない方がいいよ、パチスロで儲けようっていう風に本気で思ってるんだったら結構やばい人だと思う。おおバレニオいらっしゃい。ゆめさん風船5個ありがとう。ありがとうございます。本気でやばいと思ってるよ。だって儲かるわけないんだもん。店側だけですよ安定的に儲かるのは。だからなんだろう、もう理屈で絶対分かってると思うけど、パチンコの儲けるなんてもうほんと1万人に1人ぐらいなんだよ年間プラスにできるやつなんか。トータルでね、トータル年間その2、300万稼げるやつって1万人に1人ぐらいしかいないの。でそれはなんでかって言ったら、店を見てもらいたいんだけど、まず東京とか新宿とかさ一等地に立ってるわけですよ。で、地方とかのパチンコ屋さんだととんでもないアミューズメントパークぐらいのでかさの土地を借りてるわけですよ。まず家賃代考えてよって。で、そこで昼夜多分50人ぐらい働いてるんですよ、大型店だと。3交代制だからパチンコ屋って。で、そいつらの給料って時給1400円とかなの。だから1日に1万円ぐらい飛ぶんですよ。だから人件費だけでも5、60万飛ぶわけですよ。今月アイテムやばいね、ぬこ。ワード2。そう。でしょ?で、今度、電気代。で、パチスロの台数って、あれ確か1個30万から、いくらっつったっけ ?70 万ぐらいするんだよ。真相書いて、パチプロなんかいないよ。いないよ。パチプロなんかいるわけないじゃん。ただ、パチンコ業界で稼いでる人はいて、ライター業とかやってるけど、100万円も取ってないよ。うん、せいぜい30万40万とかだよ。だからその攻略法とか出してるやつとかパチンコの人材派遣とかやってるやつはめちゃめちゃ儲けてるよ。それこそ 1,000 万 2,000 万とか儲けてるけど、うん、だけど普通にパチンコに行って勝てるって思ってるやつがいるとすんなら俺はアホだと思ってるね、普通に。だって店が儲かり続ける仕組みなんだもん。しかもリスクなく。まあ店も潰れる可能性あるよ、お客さん入んなかったら。うん、だから店っていうのは10人客が来て2人か1人勝たせればいいんだもん。その確率をずっと設定を続けてたら、例えば全部の台が平均で3万負けるように設定する9台を3区27だから27万円の売り上げ上がるわけよ。で1台を10万円勝てる台とか入れときゃいいわけじゃん。5万円を2台とか入れておけるんだよ。ホールカウンターっていう設定できるから。そしたら10万円の1つの島で10万円上がるっていう仕組みがあるでしょ。で、大体20島ぐらいあるわけだ。うん、ボロ儲けじゃん。1日の多分ね、売り上げ300万とかだよ。うん、で、吐き出してる数って言ったら多分100万円いかないと思うよ。うん、50万ぐらいじゃん。だからもしスロットとかパチンコで攻略法はあるにはあると思うんだけど、もう超つまんないよ本当に。日当1万稼ぐのってもうほんと天井のはまり台とか機械値で絶対勝てる台を見つけてそこだけに座るっていうやつだから、もうずーっと張り込んでて、もうその甘い台だよね、甘い台をずーっと張り込んでて席をパッて取るっていうハイエナっていうやり方なんだけど、面白くないよ。俺パチプロのやつらとかいたけどつまんねえって言ってたもん。平均して1万しか稼げないの分かってるから。でみんな考えてもらいたいんだけど、いい台を見るためには夜の11時に必ず自分の張ってる店とかを回らないといけないのよ、車で 2,3 店舗で。どの台が良かったか設定とかを全部メモしていくのだから。夜の10時とか11時っていうのはそういう店回りやるでしょ。で朝の9時とかにはもうそのなんつうの券とかを取りに行かないといけない、いい席を使わないといけないから。それを考えた時にさ、朝9時で夜11時まで働いて日当1万って考えた時にさ、バイトした方がいいって思わない？どう思う？それでもし、いやパチンコ好きだからやってる時楽しいからって言うんだったら、俺はあじゃあ向いてるんじゃんとは思うけど、負けてるのにそれをやるっていうし、儲からないのになんでそれをやるんだろうっていうか。だったら株とか FX の方が絶対いいと思うんだけど。例えばサブアカが200万とかしたんだっけ、借金いくら、パチンコでトータルいくら負けたの、負けた額、借金の数と給料ぶっ込んだ数、確かにでしょ。だから俺は別にパチンコやるのは別にいいんだけど、儲かるものじゃなくてストレス発散のカラオケ行くとかそれと同じぐらいの遊びだと思わないと無理だと思うよって言ってるのはそこなんだよ。ストレス発散のゲームなんだよ、ゲーセンなんだよあそこは。お金を落としに行く場所な、キャバクラとかと一緒な、うん、収支どれくらいだった、例えば500万円を元手に FX とかやって1日そうだな、500万円を元手に 1% だといくらになる？ 500 万の 1% っていくら？ 5 万円ですよ。もし500万円をパチスロとかで使わなかったお金っていうのを取っといてて、1日のデイトレード 1% 叩き出せたら 0.5% でも2万5千、500万以上でしょ。その500万を 0.5% の利回りで、0.5% ってそんなハイリスクな投資の仕方じゃないから 0.5% の利回りで回すようにしてたら2万5000円プラスになるんですよ。で FX とか株とかの面白いところはこの2万5000円のうち 5,000 円だけを食費とかに回して維持費に回したら2万円プラスされるのよ。だから502万で今度同じ利回りで投資ができるんだよ。一番儲かるのは芸人、月収 4,000 万多いし、それはね俺はそうは思わない。芸人さんっていうのは生主とすごく似てるから人気商売っていうジャンルので月収 4,000 万も取ってる人いない。それビートたけしとかなんだよ。松本人志とかもう本当の一握りのトップ中のトップの値段がそれ。ビートたけしとか松本人志のギャランティーっていうのは1本の番組の拘束に300万って言われてんの。ビートたけし要はトップ走ってる人、さんまとかね、しんすけとかもそうだったんだけど、これ300がもう相場なんですよ。トップのトップ、冠を持ってて。で冠持ってる人なんてまずいないですよ。だから冠が300万で多分ココリコとかでも100万とか100何十万で、それが月だとだからビートたけしの場合一番組の冠で1000何百万入ってくるっていうのよ。だからその月収 4,000 万っていうのはその本当の一握りよ。で芸能界っていうのは流行り廃りがあるじゃん。で芸を磨くのってすごく難しいのが攻略法っていうよりも対人ビジネスだったり運の要素だったり業界に好かれる能力みたいなのがすごい必要だから超コミュ力高くないと無理だと思うよ。ヒロシは月収 4,000 万って今じゃないよ。ピークの時だよそれ。だからそのブレイクするっていうのは1億とか2億とか超えるんだよ。でそのヒロシはたまたま売れたからいいけれどもそれピークの時だよ。1年間多分月収ずっと年収で取れたわけじゃないんだよ。それでもいいって言うんだったらやるべきだよ。その、君は何さんっていうのなんて読むか分かんないけどなんとか愛さんはやるべきだと思うよ。俺にもできるって、俺もっと面白いっていう自信があるんだったら、俺はゴスロで投資 3,000 円で遊び感覚、それが一番いいと思うよ。もうホームレスになるわ、家賃払えん。なった方がいいと思うよホームレスに。っていうのもなんかパチンコに俺もハマってる状態あったけどあれ完全に麻薬中毒と全く一緒の症状なの。だからそのお金を使っちゃうんだよ。もう負けたのにもうやりたくなってるわけですよ。要は後悔してるわけじゃん、負けるっていうのは。そのたまたまを狙いたい。狙うべきだと思うよ。そのたまたまを狙うんだったら、もし芸人として俺の方が面白いとか俺もやるわって本気で思ってるんだったらやるべきだよあなたは。そうでも俺はそんな甘い世界じゃないと思ってるし、あれはどちらかっていうと芸を磨いていく世界だから俺は難しいと思う。俺は芸人っていうのはもう超シビアな世界だと思ってて、っていうのも芸人になりたい層っていっぱいいるんだよ。生主でも柏木とか陽平くんとかから話聞いててすごいシビアなのね。その売れない芸人さんって一回舞台出てもギャランティーってほんと数百円とかなんだよ。それでバイトしながら食いつないでいって10年とか20年張って一発当たるかどうかなの。だから瞬間風速で月収 4,000 万稼げたとしてもヒロシが何年さ食えない時代でバイトやってた時代があったよっていう風に考えちゃうから。パチンコ収支はどうだった？もちろん負けですね僕は。吉本の養成所なんか今人多すぎて尋常じゃない競争率だしな、芸人で稼ぐなんて宝くじ。そう、投資の卵さんと全く同意見で、NSC に入るの確か100万ぐらいかかるんだよ。で1年間やって試験に受かると A 級 B 級 C 級って言って吉本が契約してくれるんだけど、まあギャランティーなんか出ないんですよ。ないようなものだからみんなバイトで数年で、たまたま舞台でその面白いとかテレビの業界人が張ってるから君ちょっとひな壇で出ないみたいなところからスタートするのよ。でひな壇出れたとしてもほんと3万円とかだよ自分の給料。甘い世界、ギター侍とか2800、それだから一番良かった時の話でしょ。食えない時代を計算してないんだって。ミュージシャン並み、そうだから芸人とかミュージシャンとか絵描きとかアーティスト系の人っていう印税ビジネスって呼んでるんだけど、印税系のビジネスモデルっていうのは基本食えないのね。で当たった時のリターンが半端じゃないってこと。当たった時ヒロシは女の紐してたよ。だからそういう能力がないとやっていけないんだよ。で、もし君にその才能、俺女から別に養ってもらえるよって言うんだったらやるべきだと思うよ。俺はやらない。ちなみにパチンコは麻薬ですね。俺だったら株だわ。運に頼るのは再現性がない。株とか FX の面白いところっていうのは、さっきも言ったけど、元本を増やせるっていう、勝っていけば勝っていくほど勝つのが楽になっていく仕組みっていうのがあるのね。うん。それが、投資としてやりやすいところの。で、負ける確率をどんどん低くしていけばいいんですよ。簡単に言ったら。ゲームオーバー、パチンコってさ、パチンコとかギャンブルとか株とかも同じなんだけど、元手がなくなった瞬間終わりなんですよ。ゲームに参加できなくなるの。ゲームに参加できなくて、ゲームに参加できないってことは投資すらできないのよ。だから元本が減らなければ、例えばパチンコだったら全部負けたらもう全部持ってかれるわけじゃん。だけど株で負けるってどういうことかっていうと、例えばまあそういう世界じゃないのは分かってるんだけど、簡略化して説明するために言うけど、500万で利回り 1% 取るんだったら5万円の1日の収入になるけど、 1% 負けたとしても495万残るんですよ。うん、知ったかですか？何が？よくわかんないんですけどめんどくさいのブロックするからね人を笑わせる方が楽でしょ。俺人を笑わせたりするのはすごい難しいと思うけどね。それができるクラスの人気者と違うから、お金払ってる人に向かって何か芸をやるってすごい難しいと思うよ。パチンコはある金全部投資するでしょ。だから投資にならないんだよ。そこはギャンブルなんだよ。すぐ干されてもいい。1回でも月収4000万多いし、いやだからやればいいじゃんって言ってるじゃん否定してないって。そう思うんだったらなぜやらないのかが不思議なんだって。やりなよじゃあ俺否定してないよ別に芸人さん。むしろ芸人と一番近いジャンルのビジネススタイルだわ俺。タレント業なんだから。やりな。そう本気で思ってるなら。そう思うよ。やった方がいいと思うよ。だから君がどういう生き方してるとかどう面白いかは分かんないからさ、俺は無理だと思うよって。自分だったら無理だから、だから俺はネットタレント選んだんだけど、いや当たればいいなって。だから今すぐやりなよ。 FX か株やってください。やろうと思ってんだよね。ちょうど生活保護も抜けたから FX か株やろうと思ってますね。ネタ作ってきな。いや芸人さんは俺本当にすごいと思うよ。コミュニケーション能力をマックスまで上げてあそこまで行くかっつったら難しいよねやっぱ。先輩芸人に可愛がられるとかさ、業界の人に可愛がられるっていうのだけしかないからね。でさらに面白くないといけないわけだから、笑わすのは大変でしょう。ハマった時は気持ちいいだろうけどね、狙ったボケが当たるっていうかさ。そういうこと、そういうこと。無茶ぶりに対応できるのはすごいよねやっぱ。裸でお盆であそこ隠してるだけで500万だぜ。楽勝だよ。じゃあやりなよなんでやらないのかが分かんないんだって。君が今すぐやればいいじゃん。多分相手にしてもらえないと思うよ。貯金溜まった？いや溜まってないけど俺貯金あんま好きじゃないからなんか日銭をその場で稼ぐかっこよさみたいなのってあるじゃん。あ、金困ったから配信やったら稼げるなみたいな、そういう生き方したいんだよね。あ、ちなみに聞きたいんだけど、映像ぬるぬるですか？映像と音声ぬるぬる？みんな。ぬるぬるだったら手挙げて。ぬるぬるだったら手挙げて。なんとか愛さんさ、俺芸人じゃないから、なんで俺に突っかかってくるのかわかんないんだって。芸人さんに言いなよ、それツイッターで。芸人さんに言いなよ。俺芸人で俺が稼いでるんだったら、俺に言うのはわかるけれども、俺別に君がやりたいんだったらやればしか言ってないから。カクカクどう？映像どうすか？ニコ生やってましたよ僕。ニコ生3年やってたよ。いやネタ作ってるよ今、準備してからやるわ。だから別に俺知らないよ君の人生勝手にやりなよ、俺に報告する意味が分かんないんだって。でぬるぬる店長さん、はい、ワード2おたねこいらっしゃい。ぬるぬるですか皆さん、ぬるぬるの人手挙げて。ちょっとね新しいソフト使ってるから映像が止まってるのかどうか分かんない。更新したらぬるぬるになった、ありがとう。うん、家にあるもの全部売って売るものがない。うん。バンはカクカクって何？あ、こんばんはって意味。ソセパンさんいらっしゃい。カクカク？なんでだろう。どっちがカクカク？音声は普通？映像が？うん。いいんじゃない？別に。知らない。俺はケースワーカーじゃないし、公務員じゃないから。公務員に聞いて。カクカク？スナップ感度。たまにカクカクする。うん。どうすりゃいいんだろうな。FPSQ、サンプリング、出力、ビットレート。ラグなしで見れてる？人によるのか。ビットレート下げるわ。うん、ビットレート下げます。今普通大丈夫、かくってない、ありがとう。大丈夫大丈夫、ビットレート下げました。今いけてる、ありがとう。まあね使いこなしてないんだよねこの機材を、うん、かくったりとかしたら映像カクカクし始めたら教えてね、ポタポタだよとか。うん、音声 OK。 あ、そう、たまにカクカクする。なんだろうね、スマホかな。スマホだとカクカクするのかな。今カクカクなった。おう、何なんだろう。楽な稼ぎ方は裸系だと思う。今カクカク、今なう、今なう。どうすればいいんだろうこれ。どうやって見極めたらいいんだろうな。そのカクついてるかカクついてないかを見極めるのが。音は問題ないんだよね。音声のビットレート下げるか。どうしよう。今もカクカクだ。フィルターどうしよう。はい、ルリさんこんにちは、楽しんでってください。うん、映像ビットレートどうですか外れサーバー引いたか。今変わんない、変わんない。星ドラやってるけどね、最近ゲームがつまらなくなってきて、なんかねゲームよりもリアルな方が俺楽しいんだよ。人と話したりとか何かをやったりとかでゲームに入り込めないんだよね。なんか酒と一緒で、なんかね最近星空も自然とねいちいちやらない日とかが出てきて、うん、なんかなんつうんだろうな、何やってんだろうっていうか時間の無駄に感じるようになってきたんだよな。かくってる、うん、今家にあるもの全部売ってる時点で終わってる。いやまあ、うん、なんだろう、終わってるか終わってないかじゃなくて好きなことやってるかどうかだから。だってさパチンコってやり続けないと稼ぎ続けらんないじゃん、うん、スイッチわかんない。俺は最高なビジネスモデルはやっぱり働かなくて何もやらなくてもお金が入ってくるっていうのが最高だと思ってるから。で、なおかつもっと最高なのは好きなことやってて金稼いでんのが一番だと思うから。だから、好きなことやるのが一番いいと思うよ。はい、Q太郎ワード2。いらっしゃい。だから、なんだろう。普通はさ、普通の人ってさ、お金を払って快楽を買うんですよ。どの人も。だから女の子好きな人がいるとしたら、風俗って金を払ってセックスを買うわけじゃん。だけど、モテるやつで、女の子好きなやつってお金をかけないでモテるんですよ。むしろ女の子が金払う人もいるわけじゃん。たまに旗書くとすがすがしい。あ、そうなんだ。サトルさんいらっしゃい。ワード2。だから俺は一番いいのは、自分の好きなこと、金を払ってることが金を稼げることに変えるのが最強だと思ってて、それは金を稼げるよりもすごいことだと思ってるね。それってさ、生きてる目的と生きてやりたいことが全部リンクしてる状態だから、だから金が稼げないものっていうのはやっぱつまんないよね。人のサービスやってるだけだから、消費をしてるだけじゃん。クリエイティブでも何でもないんだよ、それって。何かを生み出すっていうのがいいよ。何かを生み出していくっていうのが、すごいかっこいいと思うね。いや、別に報告いらないんだけど。別にっていうか、むしろ迷惑なんだけど、友達じゃねえから、俺もワドさんみたいに稼ぎたいけど、まだ19だからボキャブラリー乏しいからトーク広げられない。いや、それ間違った考え方で、若いうちの方がチャンスあるわけだから、今やらなかったら損だと思うよ。19歳で本当に配信業やりたいんだったら。なんでかっつうと、ボキャブラリーがあるから受けるわけでもないし、単純にその配信のキャリアを積んだ方が有利は有利なんだよ。トークの切り返し覚えるし、リスナーの付け方わかるし。で、言い訳をして今はこのタイミングじゃないっつって何かをやらないやつって、何かしらに言い訳をして何もやらないやつだから、何でもいいから行動するっていうやつの方が俺は好き。はい、プロマネージャーさんはどつ。えみちゃんこんばんは。梅原っていう人がわかんないな。誰だろう、梅原さんって。そう、お金が稼げるっていうのは誰かに喜んでもらってるから、すごいいいスパイラルの。自分が好きなことをやってポジティブになって、誰かを喜ばせて、さらにお金が入ってきて、プラスしかないんだよ。そう。それって最高の、人生が最高の状態だけど、仕事をやるのが嫌だっていう気分的なマイナスで金銭的にプラスを得たとしても、成長がないんだよね、そこには。お金稼ごうと思わないじゃん。誰かを喜ばそうというモチベーションが上がってこないじゃん。だから、本当にね、サトルさんはお金の本質みたいなもの、要は信用経済、信用そのものがお金を生み出すということ分かってるんだよね。顔出しってハイリスク。いや、顔出しみたいなことがハイリスクだっていう風に感じるんだったら、生主としてのセンスはないと思う、俺は。なんでかっていうと、例えばボクサーになろうって決める、ボクシングいいなと思って殴られるのはリスク。接客業やろう、お客さんにどやされるのはリスクとかさ、リスクなんていっぱいあるんだよ。どの業種にもリスクなんて何でもあるの。よし、俺は登山家になろう、山登って死ぬのはリスクとかさ。だからそれってただ自分が臆病になってるだけなんだよ。そう。だってそれが嫌だったら、全部がリスクに感じるんだったら、バイトをやってた方がいいと思うよ。全部バイトやってた方がいいと思う。人の言いなりになってた方が楽だと思う。やりながら改善していく発想大切。そう。ほんと、トライアンドエラー、いい言葉知ってますね。トライアンドエラーですよ、本当に。失敗しながら。ほんと。サトルさんの考え方好き。腕太くなったかな？どう？腕太くなった？みんなが作ってくれた腕だよ。花火一発ごとにダンベル上げます。もし腕太くしてくれる人はよろしくお願いします。太くなったかな。リスクっていうよりも、俺は日本人として生まれてるだけで超ラッキーだと思ってんのね。超ラッキーな状態本当にラッキーな状態だから。で、日本社会で本当にリスクがあることってほとんどないの。ほとんどないから、通報されまくったら仕事できなくなるし、後先あるやん。あるよ、あるあるある。だったらやらなきゃいいってことよ、ビタミンさん。だったらやらなきゃいいの。要は俺はなんかいいと思ったらやる、悪いと思ったらやらないって、これが大事だと思ってんの。決断って言うんだけど、やるかやらないか、うん、何々すればよかったとか、何々だったらとかじゃなくて、うん、できるかなできないかなとかじゃなくて、リスクがどうとか頭で考えるんじゃなくて、やるかやらないかだけだと思ってんの。そう悩むとか考えるとかって無駄なのねやったらいいじゃんって。で、やってみてダメだと思ったらやめればいいじゃんっていう、シンプルに生きてる。腕にぶら下がりたい。さすがにそこまでは腕力ないかな。うん。始めることに遅いはありません。まだやれると思う人が若い人。あ、それは精神力で、俺は本当にそう思う。何でも遅いなんてものはなくて、生きてる限りは何でもできる。例えばケンタッキーフライドチキンでカーネルおじさんって億万長者有名でしょ。あの人って確か60何歳でケンタッキー創業したんだよねそうそうそう。だからその気力がある人からすると若さとか年齢ってあんま関係ないんだよね、うん、俺はその配信業っていうのはもう本当に天職だと思ってて、自分が思い描いた通りになってるのよ、今の自分っていうのが。だから本当に幸せだよね、うん、だから何かをリスクだって感じたことはないね。うん、うん。日本人で生まれたって最高だと思うよ。本当にすごいことだと思ってるから、なんかそれを日本人に、例えばこれを見てる全員っていうのは130人ぐらいっていうのはパソコンとかスマホとか持ってるわけじゃん。で、ほらビタミンさん19歳だよって言ってたけど、スマートフォンとかを持ってるのって10人に1人ぐらいなんだよね、確か世界中で。10人に1人ぐらいしかインターネットデバイスを手にすることができない世の中なんですよ。で、インターネットデバイス、昔だったら考えられない。部屋の中で喋ってたら稼げるんだよ。ありえないじゃん。だからそんなチャンスに恵まれてるのになぜやらないのかっていうのは俺は分かんないよ。生きていくだけでただお金が生まれていく時代なのに、うん、生きていくだけでただただお金が生まれてくんだよ。すごいと思うよ。黒馬さんバーガーありがとう。おい田中さんいらっしゃい。お金が欲しいっていう理由でやると面白い配信できるが心配。あ、それはね、答えから言うとノーだね。ブロリーいつもありがとうバーガー。答えから言うとノー。なんでかっていうと、仕事じゃないんだよ、それ。さっきもクリエイティブかどうかって言ったけど、お金にやらされたら負けなんだよ。結局、お金を稼ぐためにやるっていうことは、やりたいことじゃないから、やる意義がなくなっていくの。向上性もなくなっていくのよ。だから、だったら効率のいいバイト見つけた方がいいんじゃんって俺は考える。うん。俺は、この業界が発展すると思ってるし、この業界が好きだし、ね、収入って別に青天井じゃん。決まりがないのよ。サラリーマンとか時給とかある程度決まりがあるでしょ。うん。配信で成功したやつは読書家、物書きがうまいのが多い。金馬絵、石川、うな、えみ、永井先生とかすごいよね。いやだからね、発想力がいいんだと思うよ。俺えみさんに関しては抜群だと思ってるね。日本ほど周囲の人がお金を持っていて自由に使える時間がある国、それにビジネスチャンスがないと思うのはもったいない。全く同意見だわ。全く同意見だわ。すごいわ、サトルさん。本当に同意見。向いてないじゃなくて、向いてないとか向いてるとかじゃないんだよ。やるかやらないかなんだよ。で、やってない人の意見っていうのは誰も信用されないよっていうことを言ってんの。だから、幼稚園生でもダメな大人でも、できる人ほど行動するんだよ。考えないの。うん、で、失敗したら考えるのよ。失敗から教訓しか得ないの。だから失敗の数が多いやつほど成功するんだよ。でしょ？そうそう、歩合制ね。歩合制とも違うけど、歩合制っていうのは給料制度だから。俺は給料じゃないの。サラリーをもらってないのよ。うん、確定申告はどうしてるの？するよ。毎年してるしてる。今年もやるよ。うん。ヒカルさん、風船ありがとう。うん。その分、ダメになった時も全部自分に返ってくるからシビアな世界だよ。うん。だって1億円だって100億円だって稼ぐことできるんだけど、才能のないやつは0円なんだから。それは自己責任ですよ。そこは超シビア。だけど、俺はそっちの方が向いてる。うん、やったらやった分だけ欲しいから。知らない。俺の意見じゃないから。うん、俺はエミさんはすごいと思ってるけど、クリエイターだと思ってるけど。金梅読書家、配信する前は人気ブロガー。そうだよね。金梅さんってもともとウェブでの活動、ブログがメインで、その後2チャンネルで売名して、ブログのアクセス集まんないから2チャンネルから誘導してたんだって。で、2チャンネルで有名コテハンになって、で、その配信に移ったんだって。そう。だからブログ2チャンネルの活動を配信っていう流れらしいよ。うん、すごいよね。時代の、そう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 、ブロガーだったんだよ、もともと。だからね、何やってもうまくいくんだよ、才能のあるやつは。部屋で喋るとお金が稼げる。10年前までは考えられなかった。本当にそう思う。インターネットがここまで来たっていう。でもね、ブログと俺は生放送って本質変わってないと思ってて、便利になってるだけなの。俺よくコンテンツホルダー理論で自分で作った理論があるんだけど、コンテンツを供給する、要は提供する側しか稼げないんだよ。で、受け取る方はお金払うようになっていくの。どん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 。全部の社会はそうなってるのよ。情報をアウトプットしない限りっていうのは稼げないの。全部そうなの。で、インターネットっていうのはまだ新しい文化だから、そのマネタイズっていうとお金の流れを作るのが難しかったのね。どうやってお金をやり取りするかっていうのが。だけど、ウェブマネーっていう概念が出てきたりとか、決済がどん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 楽になってきてるわけでしょ。で、ウェブの中に銀行ができたりとかしてて、もうお金の動線はできたんだよ。インターネットでショッピングするのも普通になってきたの。そう考えてくると、インターネットとか情報サービスにお金を払うっていう感覚が当たり前になってる時代の、まさに今、カウンさんがそうだけど、カウンさんバーガーありがとう。で、そういう風な時代になって、今何でもできるのに、それをやらないっていうのは、もう本当に、なんつうんだろうな。もしあれだよ、もっと稼げるものを持ってるんだったら別だけど、無料でできて、ここにトライしない、言い訳をしてトライしないんだったら、俺はどんなビジネスも不可能だと思ってる。なんでかっていうと、FX とか株ですら元手がいるし、普通のビジネスって元手がいるのよ。で、普通はお金を借りたりとか、お金持ちに可愛がられて投資を募ったりとかするの、そんなコミュ力あるとは思えない。会社経営とか店舗運営とかができると思えないの。俺はそういう人が。こんな、ただで参加できて時間も無限に使える人たちが参加しないっていうことはビジネスセンスがないんだよ。ここで、なんつうの、こんだけ稼げるのが確約されてんのに。うん。個人情報をお金にするのが怖い。個人情報をお金にするっていう風に考えてるからだろうね、それは。うん、でもね、まあ、それは見えてなくて、そのヒロシとか芸能人、有名芸能人とかってフライデーとか叩かれてるし、個人情報なんてないと思うよ。うん、だと思うよ俺は。うん、芸能人、有名芸能人の方が個人でそのなんつうのずっとスネークされてるような状態だから大変だと思うよ。いつすっぱ抜かれるか分かんないわけじゃん。だからそのタレント業みたいなもので稼ぐっていうこと、有名になるっていうことはそういうことなんだよ結局。うん、実際そうだって、そういう業界なんだもん。俺は当たり前のことだと思ってるそれは。うん、人気商売系のものっていうのはそれが当たり前だと思ってるから、うん、タレントにプライバシーとかないでしょほとんど。まあ普通だよね。うん、俺が言ってることはまともだと思うよ。別になんでかっていうと、個人的な主観で言ってるわけじゃなくて、俺って結構客観的に物事考えるタイプなんだよ。現状変えたいのであれば、その怖いことはやっていくことが変化するのが近道なの。捉え方だよね本当に。それをポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかだけだと思ってて、人間ってリスクを見つけるのは誰でもできるんだよ。これって危ないよねっていうことは誰でもできるんだけど、みんな危ないっていうのは分かってるんだよ。でどんな業種にもリスクって必ずあるから、うん、そうリスクヘッジリスクヘッジって言うけど、それは攻めができてから初めてリスクヘッジなんだよ。何が嘘ついたの？俺嘘ついてないよ。配信で顔出すの怖いな世の中を。いや顔出さなきゃいいじゃん。顔出さないで成功してる人いっぱいいるじゃん。そのやりたいこととやりたくないことを書き出し、自分に当てはめるようにすればいいのになっていう、思い込みで結構行動しない人が結構いるんじゃないかなっていうのが俺の考え方。もったいないなっていう。それはどの業界もそうなんだけど、やろうと思えば何でもできるのが人生だと思ってるから、うん、まあ人の人生だからね。人の人生だからまあ好きに生きるのが一番いいよ。まあ俺みたいになりたいっていう人がいたら俺は全力で応援するけど、いや別に配信者になれなんて言ってないよ。楽して儲かるって思うんだったらやってみればって話でさ。配信機材とか全然教えてるよ俺。アドバイスしてるよ。まあ自分の配信の中で。うん。その機材何使ってんのとか。金梅さんどんなジャンルの本読んでるか全然知らない。俺読書家なの初めて知ったもん、今日。そうそう、自分が納得できる。誰もだって自分の人生に責任なんか取ってくんないよ。親だって取ってくんないよ。だから自分の人生切り開けるのは自分だけだからね。俺、例えばの話なんだけど、あ、ちょっとタイムラグ計算したいんで協力してください。5秒カウントしたら手挙げてください。皆さん。5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15！ お、サボちゃんはどつー15秒だね。ちょっとやっぱ重たいんだね。このソフト使うと。ありがとうみんな。15秒だった。あのね、俺例えばなんでやりたいことをやるべきかって言ったらさ、さっきパチンコで儲かるからっていうその相談を受けたんだけど、10月からやってるから、10、11、12、1、2、3月。半年経つんですよ。半年経つの。で、半年間で、ふわっちだけでいくら儲かったかっていうと、3万、ちょっと待ってね。40万、60万、ちょっと待ってね。じゃあ40万、40、60万、78万。約80万儲かったのよ。だったらやるべきじゃないって思うんだけど、どう思う？半年間で好きなことやって80万儲けられたんですよ。俺はだから最高の人生だなって思ってんの。で、なんでこれをやらない人がいるのか俺はわからないっていうのはそういう感覚。うん。半年間で80万儲かるんだったらバイトより全然いいじゃん。とは思うけど、まあ生き方はさ、人それぞれ価値観があるからあれだけど、俺はやってよかったなと思ったよ。俺はほんとこの業界選んで最高だなと思った。まだまだ儲けたいし、俺が狙ってるのは配信で1億円プレイヤーになることだからさ。だから、その、遊んでもいいけど、遊びは本気でやらないとダメだよね。大人は。大人は本気で遊ばないともったいないと思ってる。本気でやるんだよ。で、大人が本気で遊ぶと仕事に変わるから、それは。おい、嵐のルーシーさん、風船ありがとう。ありがとうございます。こうやってさ、うん。そうそう。だから、バイトやりながらでもいいじゃん、別に。バイトやりながらでも。そう。何か自分がこれで食ってくんだっていう道を見つけるのは大事だと思うよ、人生において。ただ、だらだら過ごしても、だらだら、もう、時間が消費されていくだけだから。俺はまだまだこれからも上に行くし、配信者としてね。100万円稼ぐし、月収。だって俺の夢はみんなの夢なんだもん。俺が配信者で成功するっていうのはみんなが望んでることだから。いや、全然いける。余裕。俺自分が思い描いたビジョンで達成できなかったことが人生で一つもないのよ。稼いだ金は投資に使うの？いや、だから俺が稼いだ金は俺が月に使うよ。うん、生きてる実感あるよ、俺は。うん、例えば生きてる実感ね、リスナーさんにね、3ラウンドで7回ダウンさせられたりさ。生きてるだろ？うん、リスナーさんにもうパーンってやられて、ボーンっつって、あ、いて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 。うん、そうそうそう。ね。あ、渡部さん解説ありがとう。そうなんだよね。俺も思った。なんだよ、柏木のはずなんだけどなって。俺喋られてねえんだけどなっていう。なんか誤解してるよね。アイドルみたいなセリフ。いやいや、本当にそうだと思うよ。みんな俺の成功、俺のファンは俺の成功を望んでるでしょ。いや、マジで。ネタでも何でもなくて、俺が100万円取るところ見てみたいでしょ。俺のファンは。そういうもんだと思うよ。うん、じゃないと応援しないでしょ。うん、俺が配信者としてトップに行く姿をみんな望んでるんだよ。うん、生きるためのレシピなんてないさ、ミスター・チルドレン。うん、俺の夢はみんなの夢だから。いや、俺本気でそう思ってるよ。うん、だからそれが役割だと思ってるから、うん、みんなの代わりにそのみんなが体験できないことを生放送で見せるっていうか、どうせなら1000万取ってほしい。ありがとう、それ言う。頑張るね。うん、でもそうなんだよ。本当に1億円プレイヤー、1億円プレイヤーっていうのは1年間で配信で稼ぐって考えたら月収平均800万ぐらい稼がないといけないから、プレッシャーはすごいね。いやもうね、本当にプレッシャーはすごいよ。やっぱ、俺ぐらいの一流配信者になると、やっぱプレッシャーはすごいですよ。やっぱトップ走ってるわけじゃないですか。ねえ。それはやっぱね、ありますよ。うん、いや、一体感っていうか、共感するのが大事だと思ってる、俺は、配信は。リスナーさんと同じ感覚を持つっていうのはすごい大事だと思ってる。そう。今こう感じてるんだろうなっていうのがリンクするっていう。ふわっちは始めてから半年ですね、僕は。ふわっちは半年。ニコ生が3年ぐらいかな。プレッシャーに負けたらそこまでだったってことですよ。プレッシャーを感じないっていうのはそのステージに立ってないの。壁とかプレッシャーってイコールなんだよ。要は、今俺がプレッシャーに感じてることっていうのは、その俺より上にいる人しかわからないの。でしょ？だってそれを通過してったわけだから。野間犬さんバーガーありがとう。野間犬さんいつもありがとね。うん。だから、その、まあ、あれだよ。それは配信者としてのプレッシャーだから、実社会で、この経営やってる人からと、まあ、どうなんだろうね。スポーツやってても経営やってても、やっぱ一流の人間っていうのはいろんなプレッシャーできると思うけどね。俺はだから上場企業の社長のプレッシャーとかさ、生で見てたけどすごかったのよ、本当に。どういう世界なんだよって話に聞いただけでイメージはできなかったけど、もうはるか上のプレッシャーなのが分かったから、そういう経験っていうのは良かったなとか思ったよ。やっぱ生の話を聞けたっていう、嘘偽りないっていうか、リアルな話。そう。会社を上場させる時の条件とか知らないじゃん。それはすごいびっくりした。まあいい経験はさせてもらってるよね、本当に。良くも悪くも。新しいフォロワーさん紹介します。ラブ、ミシャカンさんフォローありがとう。おみやさんフォローありがとう。MC5 は山田さんフォローありがとう。鳥柄さんフォローありがとう。シロさんフォローありがとう。うん。いつもワドさんと会うとき、配信本気でやってるのがすごく伝わってくる。まあ、本気でやってるよ。うん、そりゃそうでしょ。例えばさ、俺自分でプロ名乗ってる時からそうだけど、まあその前からも気持ちはそうなんだけど、自分はプロになるんだって決めてたわけだから、昔の方がそのなんつうの気持ちは入ってたけど、それってどういうことかっていうと、プロってプロなんだよ、やっぱ。うん、プロってプロなの。そう、もう明らかにアマチュアの人が見て、あ、この人プロだって分かるんですよ。どんなに稼げてなくても、プロっていう存在って。もうボクサーでもプロボクサーって言ったら普通の人とパンチが全然違うわけですよ。だから配信者として俺はプロだから、間違いなく。それが一流のプロなのかね、どれくらいのレベルにいるのかっつったらそんなにさ上の方じゃないかもしれないけど、プロはプロですよ。だからその辺のアマチュア配信者と一緒に評論されるのは嫌だね。つんちゃんこんばんは。楽しんでって。だってさ、その配信開くたびになんつうの戦略とか今日何話そうとかある程度組んでるっていうか、そのなんつうの練習もするだろうし、なんか多分素人の人からすると配信の練習って意味わかんないだろうけど、結果出してない人ほど考えてないんだよね、やっぱり悩んでないし。で俺金梅さんのプライベートとか見てても、ああ今ネタ探してるなとかわかるもん、うん、で今日こういう配信するなみたいな、うん、でこの人は考えてないなとか、あこの人すごい考えてるなとかすごいわかるよやっぱり。新しいフォロワーさん、つんちゃんフォローありがとう。つんちゃんありがとね。そりゃそうですよ。人をさ笑わせるとかさ、人に見てもらうってそんな難しくないんだもん。うん。甘くないっすよ。ネックレスはね、これオリジナルネックレスなんだけど、チョーカーっぽくして、そう、俺短いネックレスが好きなんですよ。そう、これね。これ和道のオリジナルグッズ。これ結構ね、欲しいっていう人いっぱいいるんだけど、まだ作ってないんだよ。まだ作ってない。結構欲しいってみんな。うん。尊敬する有名人を教えてください。やっぱりお笑い芸人とか落語家ですか？僕が目指してるっていうか尊敬してる人たくさんいて、メンターにしてる人は、まずね、最近やっぱ、影響強いなと、まず、まあ言ってくね、マイケル・ムーア、町山智博、岡田敏夫、庵野秀明、ビートたけし、島田紳介、お茶の水博士、誰だろうな、あとスティーブ・ジョブズとか、そんな感じかな、その姿勢がすごい見習わないとな。いやでもそれはなんか、自然とつくでしょ本気でやってたら、良い意味で裏がありますよね。配信でも成功してる人には仕掛けやコンセプトがある。ああそれはもちろんですよ。だから俺が思うに台本って騒がれる放送ほどいい放送だと思ってる。いやこれ台本だろって言いたくなるような放送、もうそれくらいよくできた芝居だっていうことだから、台本って言われる放送ほど客を沸かせられてる、プロレス的というのかな、でその台本かどうかわからないさじ加減が一番面白いと思ってるかな、だからそういう放送を常に作り上げていくようなことができたらかっこいいなとは思うね。最高だよね。台本みたいっていうか演劇みたいとかドラマみたいによくできた構成ってことだからね。嘘だろっていうことでしょ。台本だろっていうのは嘘だろこれっていう、生ポ打ち切り、褒め言葉だと思うよ台本って言われるのは、俺は結構台本って言われるとニヤってするタイプなんでやってやったぜみたいな、で狙ってね台本だろうとか言われない放送っていうのはやっぱダメだね。受けなかったって思う、ハマってねえなみたいな、警察沙汰になる炎上芸に対して一言お願いします。二流、以上です。三流ではないかな、二流。あれ、灰皿。はい、はるみさんこんにちは。いや、そうでしょ。だってさ、なんだろうな、警察沙汰になるってことはさ、社会的にアウトなことなわけじゃん。で、アウトになるような芸風っていうのは先がないと思ってんの。それをやり続けないといけないわけだから、無理があるんだよ。うん。だから、俺は警察沙汰は起こしたら配信者が負けだと思ってるね。自ら警察沙汰を起こすようなネタにしちゃったんなら、その配信者は二流。うん。そんなのはできるんだけど、やらないよっていうのが社会人として当たり前だと思ってるけどね。モモンガさん、風船ロッカーありがとう。支援ありがとう。まあ二流だろうね。だって面白かったら淡々と喋ってても人集まるもん。でしょ？面白くないから、自分に自信がないから、そうやって過激にしないといけないわけですよ。本当に面白い人間はそんなことしなくても人集まるよ。うん、外に出てるだけで警察通報されて警察沙汰にされたら、それは配信者は全然悪くないんじゃないの？だから普通に大人の対応すればいいんじゃない？うん。石川紀之はもうそこら辺を計算してるに決まってるよ。当たり前じゃん。それで一流になってんだから。金梅さんとかもすごい計算してるし。むしろそれが勘がいいんだよ。もう経験則もあるから。頭もいいし、勘もいいし、経験もやばいから。あの辺は俺が語るレベルじゃないよ。あの辺は俺が語っちゃいけないレベルだよ。だって俺そのステージにいないもん。俺はそこに行きたいわけだから。うん。スタイルが違うけどね、彼らとは。彼らは俺よりもはるか上にいる存在だから。ただ、最近、そこは自分の力量は分かってるから。さっきも言ったけど、プロはプロだし、アマチュアではないけれども、上は上だって認めないと。うん。それが見極められないっていうことはカスだから。要は自分の力分かってないっていうのは弱さだから。俺からすると。俺は自分の力量も分かった上で、その一流の配信者の力量を分かった上で自分をどうするのかだから。興味があるのは。うん。まあ一般的に質問、そう。だからね、一発屋で終わってもさ、結局さ、自分の放送をピンでやった時にさ、どんどん人が減る人っているじゃん。だからそういうのってね、結局ね、なんで警察沙汰嫌いだっていうと、警察沙汰で人が集まるっていうのはアクシデントを見に人が集まってんの。自分を見に人が集まってるんじゃなくて、俺に関心があるんじゃなくて、アクシデントに関心があるの。だからそれで人が集まる層っていうのはファンにならないの。なんでかっていうと、アクシデントを起こし続ける配信者を求めるから。うん、でしょ？わかる？言ってる意味。だから、アクシデントがコンテンツになったらアウトだと思ってる。俺は。永井先生はだって面白いもん、うん、人が集まるっていうことは面白いんだよ、うん、面白くなかったら人集まんないもん、うん、だから本当にその実力がある配信者は警察だとか逆に嫌う人が多いと思うよ。エミさんとかがまさにそうだったね。警察沙汰炎上芸大っ嫌いっていう。その警察沙汰にならないギリギリで面白くするのが私の芸風だからっつって、警察沙汰になったら私もうテンション下がるもんって言ってた。それかっこいいなと思ったよ。まあ正解だろうなと思って。はい、ワドツー。おちんちんさんいらっしゃい。だから思想が一流だから、漫画家とか転身してもうまくいくんだよ。エミさんは。何やってもうまくいくの。うん。金梅は面白いでしょ。金梅つまらないっていうやつ、どんだけ面白いのか見てみたいもん。金梅面白くねえよって言ってるやつ絶対面白くないから。金梅さんの方が間違いなく面白いよ。だからやりすぎちゃう時もあるけど、うん、あるよ。失敗はあるけど、俺は失敗つつくやり方嫌いだから。うん、俺は金梅さんの、凄さっていうのは間近で見てるからわかるよ。うん、まず、金梅さんのことつまらないっていう資格があるのは、金梅さんと同じくらい人を集めてる人ですよ。でしょ？うん。例えばさ、マイク・タイソンを見てさ、マイク・タイソン弱えよっていうやついる？マイク・タイソンなんか大したことねえよっていうやついないでしょ。それ言ったとしても笑われるんだよ。お前どの口で言ってんのって言われるでしょ。うん、金梅さん、だからマイク・タイソン弱えよ、あんなやつ俺もイチコロだよって言えるのはマイク・タイソンの挑戦資格がある対戦者だけだよ。うん、じゃあやってみろよって話だから。で、多分その俺は金梅さんつまらないって言ってる人の多くが金梅さんより人集められてないし、金梅さんよりつまらないのを知ってるから、だからリスペクトとかがないんだよ。そこにはそういう人間は伸びないよ。うん、間違いないでしょ。正論でしょ。金梅さんのボキャブラリーの豊富さ、言葉遊びの上手さ、天才とかして言いようがない。いや、俺ね、金梅さんの本質的なすごいところって、金梅さんのトーク、コメントを見ないで、画面ずーっと見ててごらん。こんな感じだから。マジかよ。ちげえだろ。ほんとこんな感じだからね。これで成立するんだよ。やばくない？ほんとこんな感じだから。コメント消して、金梅さんが何言ってるかって、ほとんど喋ってないよ。ほとんど無言に近いよ。それでも面白いんだよ。それくらい、だから行動力に特化してるの。自分のウィークポイントも分かってるんだよ。うまいでしょ？だけど、それでも成立するぐらいファンがいるんだよ。そこがすごいところなんだよ。俺、金梅さんは、だから頭めっちゃ良くて、自分の喋りが苦手だっていうの分かってるから、そこで勝負してないんだよ。自分の強みだけ、もう攻撃力、尖らせまくってんだよ。だから、定期的に何かやらないと俺は廃るって分かってるわけ。いや、違う違う。それは通常放送の。だけど、それがなんで成り立つかっていうと、通常の、なんつうの、気合い入れた時の企画が強いんだって。うん。そう。そう。多分そんな感じでしょ？だけど、その、月に1回起こるネタみたいなものっていうのに全力かけるタイプなの。そのネタで1ヶ月引っ張れるんだよ。うん。それは俺、金梅さんにしかできないストロングスタイルだと思ってるから。うん。俺、喋りのうまさで、今現役で一番うまいのは俺、鮫島だと思ってるよ。鮫島のコメント力、切り返し力とか、トークレベルで一番、本当に、レベル高いなって思うのは鮫島だと思うよ。まあ、石川の隆之とかこれとかいるけど、ふわっちの中で言ったらね、もう抜群に群抜いてんのは鮫島さん。うん、ただ、その、なんだろうな、鮫島さん。うん、鮫島さんやっぱレベル高いと思うよ。うん、俺は喋りがメインコンテンツだから。俺が喋らなくなったらクソだぞ、本当に。うん。鮫島さんはすごいレベル高い。うん、まだまだ上行くだろうなっていう。再評価されてるからね、ここ2年ぐらい。うん。一撃離脱戦術に特化してる。そう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 。もう自分のキャラクターをもう完全に確立してるっていうか、あそこまで行くとだからうなちゃんマンと同じような芸風になってきてるからね。いや、金梅さんはね、正直見てもそんな感じで、ウェーとか言ってるだけだよ。マジか。言ってー。わあ、うめえわ。ねえわ。とか言ってるだけだよ、本当に。本当にそんな感じだって。だから、金梅、なんつうんだろうな。今見てもわかんないと思うよ。もう、それは過去積み上げていった実績で成り立ってるわけだから。今日は和道さん行き着いたこと、きついこと言われたけど、当てはまる部分あるから認める。あ、いいことだよ、ビタミン。すごいいいことで、なんで胸に刺さるか、なんで悔しいって、なんで言い返したくなるかっていうと、ビタミンはわかるっていうのがあるからだよ。わかる？きついこと言われた時に、傷つく人間っているの。要は、俺傷ついた、もうダメだわ、やめようとか。傷つく人間っていうのはそこで終わりなの。でも強い人間とか成長する人間には特徴があって、きついこと言われたりした時に傷つくんじゃないの。気づくんですよ。なるほどって。俺ここがダメだったんだって。気づく人間になろう。一緒に。俺だってドレさんに言われて毎回悔しいよ。リスナーに言われて毎回悔しいよ。パンチがどうとかヘタレとか。でも俺は気づきたいの、その中で。タイムシフト見て、格闘技はね、今本気でやってるけど、ずっと続けるわけじゃないけど、6月まで限定だけど、傷つく人間じゃなくて、立ち上がって傷ついても、気づくって。要は反省できる人間。明日強くなればいいわけだから。生ポンさんいらっしゃい。だから、そう、自分のウィークポイントとか考えの甘さみたいなものを気づける人間っていうのは絶対成長できるから。正直、金梅は垂れ流し要素が多すぎて見れない。まあね。だけど、神回を起こさせたらやっぱ天才だと思うよ。金梅さん全然喋らないよ。っていうか、酒飲んでても喋らないよ。だって、ベンジョ太郎さん、ベンジョ太郎、ポンスケ、和道、ドレ、ヒカルくん。あと、誰だ？あともう一人いたな。もう一人誰かいたけど、誰だっけ？金梅さん、ドレさん、ベンジョ太郎、ヒカル、和道、ドレさん、6人か。飲んだけど、一言も喋んなかったよ。3時間ぐらい一言も喋ってないよ。酒飲んでるけど。本当に一言も喋ってない。ずっとベンジョ太郎さんが喋ってたよ。サメのふわちリスナーって今までサメがやってきたこと知らないから、いい人、優しい人とか言ってビビる。いや、俺ね、FC2 に鮫島さん行った時からキャラ変更してて、って。なんだよ、鮫島さんのついてるイメージってほとんど望みなんだよ。鮫島さんいい人なんだよ。で、鮫島さんって本当に生粋の配信者で、カメラ回ると、要はあのキャラにスイッチが入るの。で、大体本当に悪いことやってんのって望みなんだよ。鮫島さん風なことって望みなんだよ。だからね、損してたんだよね。だけど、なんかね、最近うまいよ。後輩可愛がったりとかすごいよ。俺、てるちゃんぴんと俺と鮫島さんで海行った時、ずーっと鮫島さんが言ってたのが、ワドバカって。俺を映すな。テル映してやんねえで、お前、何考えてんだって。ずーっと言ってたよ。テル映せよって。テル映せよって。これどういうことかっていうと、もう、俺じゃなくて、若い子育てる立場だろって俺に教えてくれてんの。お前は、ね、もういいだろって。俺とコラボとかじゃなくて、てるちゃんぴんに花持たせてやれよって。若い子育てていこうぜっていう背中をずっと見せてたよ。てる映してやれ、てる映してやれ、てる真ん中だろうとか。金梅さんは同じことをしてくれた。ヒカルくんと、さとみさんと、深夜ちょどっていう時に、金梅さんはなんて言ったかって言ったら、和道くんが真ん中に映せよ。深夜ちょお前バカだろって。金梅さん来いよ。金梅来てよって。要は、キャプチャーで映るときにバカ、和道映してやれよ。和道に花持たせてやれよ。みたいな感じでずっと真ん中にしてくれたの、金梅さん。要は、大手になる人ってもう分かってるわけよ。自分のネームバリューじゃなくて、若い子育ててあげないと俺らもね、要はこうやって天狗になってる配信者いっぱいいるの。でもレジェンドになってる人ってそうなんだよ。若い子を目立たせてやろうぜって。もう俺らお腹いっぱいだよって。かっこいいよ。人生終わった人としか見れない。それはそうでしょ。それでいいんだよ。今弱くても昨日の自分より強くなってればそれで成長あり成功なんだよ。そう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 、バレーニョさんもほんといいこと言うね。昔はっていうか、あれをだからその彼なりのその配信スタイルがあったんでしょ。初コメ、ああトライバーティーさんありがとう、初コメ嬉しいです。もしよかったらフォローしてってください。ありがとうございます、初コメ。そういうもんだと思うよ。だからそれは芸風を確立させるとかキャラを確立させるっていうのはこの業界で一番難しいことなのよ。本当に難しいよ。キャラクターとかイメージを操作するって、なんでかっつうと思い込みで作られるから。ほぼ人相とか喋り方とかでイメージってつくんだよ。俺の初期の頃知ってる人なんかさ、びっくりすると思うよ。キャラ変えたって言われるもん。変えてないよって、磨いてきたんだよって、キャラは本人は変えてないって、磨いてきたんだって、研ぎ澄ましてきたんだよ、ここまで。だから磨かれたんでしょ、鮫島っていうキャラクターが。だから一流なんだよ。俺ね、だってね、ふわっちで3月ね売り上げ悪いのはっきり言うよ。俺鮫島さん原因あると思うよ。鮫島さんがどんどん花火打たせるスキルあるんだけど、働き出したでしょ。要はそれくらいの影響力あるんだよ。俺鮫島さん結構でかいと思うよ。俺今月ほんとやばいもん。もしかしたらバイトすっかもしんない。和道さん初期の頃知らないんだよな、見たかった。なんか多分ニコ生に多分残ってんじゃないかな、動画。ニコ動とかに。初期の頃でもあんまりスタイル変わってないと思うけどね、初期の頃から。っていうのもなんかそのキャラクター磨こうっていうのはあるけど、俺の場合さ、ほら経営やってたりとかさ、講演会やってたりとか、営業マンやってたりとか、そのなんつうんだろう。おおマジかマジか、引き当てさん花火10個ありがとう、ありがとうございます。ちなみにね、この引き当てさんっていう人はね、すごい面白い人で、ツイッターのプロフィール見てもらえるとすごい面白いんだけど、腕が44センチあるのよ。俺が34センチなの、今の腕。で、引き当てさんは44センチあって、要はね、30センチより太くなると鍛えてる人って印象なの、普通の人は。で、もう明らかにボディービルとかプロレスラーとかっていうのが40センチ台。って言われてんのよ。それくらい腕太いのよ、この人。で、経歴が結構面白くて、ツイッターのプロフィール見てみて、絡んでみてみんな。引き当てさんは結構ね、面白い経歴で、俺結構チェックしてるんですよ。あ、この人どんな人なんだろうと思って、注目してます。引き当てさんありがとうございます。引き当てさんから、風船10個いただきました。ありがとうございます。鍛えます。まだね、絡んだことはあんまりないからわかんないんだけど。この人はね、面白そうだなと思ってる。ありがとう、引き当てさん。よいしょ。引き当てさんから、風船いただいたので、60回いきます。重っ。1、2、3、4、5、6。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。生活保護うまくいってますか？生活保護はね、1月1日に抜けてますね、僕は。生活保護は抜けてないです。すごい。あ、でもこれ重り10キロっすよ。これ10キロです、今。最初、何キロだったっけな。最初6キロ、2ヶ月前6キロ、次の月が、8.5、今11キロか、これ。11キロです。20キロは上がんないっすよ。はい、続きいきます。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、9、あ、ごめん、ありがとう、9、10。フォローのやり方が分かんない。ですね、僕の携帯ですか、パソコンですか、僕の画面にフォローするっていうボタンがあるんで、それをクリックするか、僕のサムネイル、僕の顔をクリックすると、昔生活保護だったよ、俺。うん。今年の1月1日まで生活保護でした。キリンさん。いきます。俺のね、サムネクリックするとフォローができるはずだから、誰か優しい人を教えてあげて。つんちゃん、ありがとうね、教えてくれて。花火10個でした。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あと20回、あと20回。俺自分でね、生活保護のこととかあんまりね、自分のダメなところは隠さないようにしてるね。っていうのもやっぱ人様から放送で支援してもらってる身分だから、ありのままの自分のダメなところを見てもらうのもコンテンツだと思ってるから。パソコンの場合はね、ちょっと待ってね、パソコンでちょっと待ってくださいね。パソコンの場合、俺のサムネイル、ここだ。ちょっと待ってね。ですね。ちょっと待ってね。ちょっと待って。この画面があるでしょ。俺のパソコンに、ここにフォローするっていうのが出てない。俺の配信画面がこうあって、ここにフォローするってボタンあるから、これフォローボタンを押すと、まあフォロー、まあ俺の放送だからフォローできないけど、ここにあるはず、下にフォローするって。で、この鈴のボタンを押すと、携帯電話にピコーンって、要は放送が始まるとなんかお知らせが来るんだけど、フォローするだけだったらピコンってならない。要はピコンピコンうざい人はこれを外すと、フォローだけするって、そういう感じですね。これが通知で、これがフォロー。 OK、 よいしょ。うん。スカイプしようよ。俺は LINE しかやってない。ごめん。よいしょ、いきます。お前すごい。いや、全然すごくないよ。いきます。1、2、3、4、5、6。保険に入ります。7、8、9、10。これからどんな配信？いや、俺はなんだろう、俺のやりたいことを表現していくっていうか、その時その時で変わると思うけど、これからは旅だね。うん、ありがとう。うん、もう10回いきます。ラストです。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございます。よいしょ。ただいま。新しいフォロワーさん、トライパーティーさん、フォローありがとう。ありがとうございます。ムキムキ。なんでニコ生オワコンになったの？俺が思うに、例えば俺の感覚で言うと、500円払ってるユーザーなんですよ、僕は。500円払って、死ねだの、カスだの、ハゲだの言われて、プライベート2チャンネルとかで叩かれたりして、文句言われて、1円のお金も入らないと。で、変な通報とか、要は何も悪いことやってないのに通報されて、運営が勝手にバンをすると。もう完全に舐め腐ってるじゃん、ユーザーを。金引っ張ることしか考えてないから、俺はここでやるのは意味ねえなと思った。うん。ここでやっても何の意味もないっていうのが、俺の感想かな。それはあくまで俺の感想だからね、うん。人によって全然意見違うと思うから、あんま鵜呑みにしないでほしいかな。こんな感じかな。まあでもニコ生はね、先駆者だから殿様商売になってもしょうがないと思うけどね。まあそんなもんじゃないのかな、うん、そんなもんだと思うよ、うん、要はもう経営者がやる気ないでしょ、うんユーザーから金を引っ張るのがニコ生で、リスナーから金を引っ張るのがふわっちってことですか？いや、全然金引っ張ってないと思うけど、ビジネスなんだからお金を生み出すことっていうのはいいことだと思ってるから、いいと思わない限り売れないんですよ。うん、でしょ？いいと思った人がいるから買うわけだから、俺は別にね、金を引っ張るっていう言い方あんま好きじゃなくて、いいサービスを生み出してたら、お客さんが普通に買ってくれるっていうだけだと思うよ。資本主義だから。うん、どうだろう。うん、他人がとやかく言うことじゃないでしょ。はい、こんばんは。たちさんいらっしゃい。うん、悪用してるっていうか、単純にもうサービスとして改善がされてないから、うん。だからまあ、手こ入れする気がないっていうか、別にニコ生なんかどうでもいいんだと思うよ、ニコ生の運営は。あそこはニコ動がメインのコンテンツだから。人生ダメな時、いい時あるよね。うん、俺もいい時は悪い時ダメだ、あると思うけど、なんか本当に人生で本当大きな転機みたいな2回か3回ぐらいしかないと思ってて、そこを逃すと一生後悔すると思ってんの。で、もう、俺は心が分かってると思ってるから、やれって言って、心がやれとかトライしろとか頑張れって。要は、リスクはあるかもしれないけど、心の中でやりたいみたいな願望ってあるじゃん。そっから逃げたら一生後悔すると思ってるね。うん、だから、俺がまさに旅配信とか生活保護抜けるっていうのは本当精神的にきついけど、やっぱ変化を伴うって痛みを伴うことでしょ。だからその現状の今の価値観をガラッと変えてるわけだから、正直言うと稼がないとダメなんですよ、配信で。今までは稼げたら稼げた分だけうまいもん食えるとかあったけど、この家賃を払ったりとかね、釈迦の餌代とかを配信で稼がないといけない。俺の飯代とかやりたいことじゃなくて、自分の現状維持をするためにも、自分の生活を成り立つためにも、やりたいことをやるためにも稼がないといけなくなってきたっていうのは、すごいやっぱ意識が変わってるね、この数ヶ月で。結果を出さなきゃダメなんだっていう。うん。おい、つみきちゃんバカありがとう。そう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 、2チャンネルの延長っていうか発展っていうかね。うん。ユーザーが2チャンネラーだからね。うん、いやいやいや、いいことっていうか、本当にありのまま今感じてることっすよ、それが。うん、結果出していかないとなっていう。変な、ちょっと焦ってるのもあるね、若干。抑えてるんだけど、気持ちは。うん。結果出していきたいっていう。うん、やっぱ俺もアイラみたいに、なんか、ね、あいつすげえなって言われたいしさ。うん、まあ、アイラとはキャラが全然違うし、客層も全然違うけど、やっぱね、稼ぐっていうことは周りから認められるんですよ。100万稼げるようになったら、俺のこと全く知らない人でも、あ、和道ってすげえんだって思うでしょ。うん。だからね、その、力みたいなものをつけたいんだよ、俺は。結果を残していきたいっていうか。それがさ、やっぱり、その、若い子たちに、ああ、和道ができるんだったら、俺も配信やってみようかなって、背中で示せるじゃん。俺も和道みたいになりたいわって。そういう風な生き方したいかな。うん、未来のその配信界に入ってくる子たちのきっかけになりたいっつうか。うんこの業界好きだからね。配信がなくなったら嫌だもん。配信ずっとなくならないでほしいから。だからできることは頑張っていきたいかな。一配信者として。うん。だからこの業界全体を盛り上げていきたいっていうのはあるよ。特にふわっちを盛り上げたい、推したいっていうか。いい配信者ほどふわっちに集まるみたいな現象を作りたい、俺は。俺はふわっちに来て人生変わったから、配信者として。お風呂行ってらっしゃい。35超えるとうまくいかなくなるね、なんか。俺はうまくいくねっていうようになりたいかな。俺はね、30ほど、俺は男が一番活躍するのは40代だと思ってんの。一番、全て、経験してきた全てをぶつけるのは40代だと思ってて、30代っていうのは、それこそ実践が始まる年だと思ってるから、20代は学び。うん。だから俺はね、30代はもうほんと、とことん動きまくってやろうと思ってるね。うん。のりちゃんさんいらっしゃい。FC2 から見てるけど、ここは全て囲いで固めたい考え。いや、俺は囲いはいらないって言ってるね。囲いはいらない。囲いとアンチは一緒だから。ここには囲いはいません。自分がしたいことがわからないんですけど、どう思いますか？はるみさんね、俺がね、コーチの側に立ってた時にアドバイスしてたのは、やりたくないことを書き出してごらんって。やりたいことを1個見つけるためには、やりたくないことを100個書けばいいんだよって言った。そう。やりたくないことが具体的になってないから、やることが決まらないんだよ。で、やりたくないことをやらないって決めると、おのずとね、職業とかが限定されていくの。だからやりたくないことを100個書けばいいよ。マンゴルモは結構最近集めてるよ、人。80人とか。うん。なんか、スロット配信に特化してるね。やりたくないことをリストアップ。そうするとやりたいことが限定されてくるって感じだな。何でもいいんだよ。働きたくないでもいいし、うん、お金億万長者になりたいでもいいし、そうやって漠然としたものを積み重ねていくと限定されてくんだよ。これしかないなっていうの。別にさ、やりたいことやるのが幸せじゃなくて、今幸せだったら別にやりたいことなんか なくてもいいと思ってるよ。最近スロットが終わってるから需要増えたんだろうな。エヴァンゲリオン面白いね、スロットの新しい台。結構打ってるけど。エヴァンゲリオン面白いですね。ART っていうのかな。マンゴルマは FC2 やってたんだ。今打っても勝てない。でもスロット好きな人は見ることしかできなくなった。ああ、そういうことか。なるほどね。うん。まあ、一時期ね、パチンコブームすごかったもんね。まあでも10年20年したらさ、パチンコとか知らない子たちがまたやりだすんだよ。なおちゃんこんばんは。楽しんでってください。成功したいと思うほど逆になるのはなぜ？俺逆になってないし、俺はなんかよくさ、成功者って言って金持ったら成功者だっていうのは俺は大間違いだと思ってて、俺は成功してるやつってどういう人間かっていうと、子供みたいな笑顔をできる大人だと思ってんの。だから金持ってなくても成功してる人間たくさん見てるし、金持ちでも成功してる人は見てるけど、金が絶対条件じゃないの。だからトライパーティーさんにとっての成功って何なのかによって変わると思うよ。なんか金を持ってないと成功してないっていうのは全然発想が貧困だと思ってて、で金持ってたら持ってるほど幸せになれる確率が上がるのは俺は分かってるけど、金持ちで鬱の人とかも知ってるから、俺も薄々感じてる。20代、30代、40代。俺はね、孫さんからそれを学んだかな。孫さんが言ってて、20代までは学びだと、徹底的に。で、30代から実践が始まるんだけど、結果なんか出せないと。で、勝負っていうのは40代なんだっていう。人生の全てを、培ってきた全てをぶつけられる体力があって、経験もあって、一番脂が乗ってんのが40代だっつって。で、60代は継承して、50代は、なんだっけ、事業を安定させるっつったのかな。でも俺はやっぱり成功してる人間ってやっぱ40代多いなと思っていろいろ研究してるんだけど、30代はもうとにかく経験みたいな。おう、みさきちゃん久しぶり。わだつ、こんばんは。ゆっきーさん、初見さんありがとう。コメントしてくれて、もし面白かったらフォローしてください。だから逆になるのはっていうのはほら、年齢的な問題じゃないと思ってるから、その人の何を目指しててどういう生き方をしてるのかによって全然変わると思ってるから、俺はそれは無責任なことは言えないよ。値段がついてるものしか買えない。そう、俺は値段がついてるものっていうのは価値のないものだと思ってるから、仕事だから、どんな仕事やってるか分かんないからな。トライパーティーさんが自営業なのかサラリーマンなのかで全然話が変わっちゃうからさ。もぐらさん、生活保護から抜け出して自立できたら成功なのでは。いや、俺は当たり前のことが当たり前にできるようになっただけだと思ってるから、俺が目指してるのは、こんなのは成功じゃなくて、ようやくスタートラインに立てたと思ってるのね。要は配信で飯が食えるっていう最低限の条件が揃ったんだよ。もう出会った人によくしてもらってるから。だから俺の生活っていうのは、実は自分が、自分の気合も入ってないといけないし、行動もしていかないといけないんだけど、この商売の面白いところっていうのは、魅力に感じてくれる人が一人もいなかったら成立しないんだよ。でしょ？応援してくれる人がいればいるほど、どんどんでかくなってくの。だから俺は、パソコンの画面モニターにペットを飼ってる感覚だと思ってるの。和道っていう人間をどうするのか、どうできるのかっていうのは、実は主導権を持ってるのはみんななんだよ。で、みんなに育てられてる俺はポケモンか何かだと思ってて。そう。言うこと聞かないポケモンだよね。だから、てるちゃんぴんとさ、ベンジョ太郎さん戦うけど、みんなコントローラー持って。こうやって、ね。みんなが、ベンジョ太郎さんの放送でこうやってやってほしいの。ワドフックって。ワド違うワドフックストレート倒れたワドつって、立てワド立て10カウント立ったよワドキックとかやってほしいの。そういう感覚で見てほしいの。言うこと聞かねえこいつって。ラジコンですよ。うん。孫文が言ってた。うん。なんて？スウィンドルいらっしゃい。なら金梅はこれから実践。まあでも金梅さんはだからこれから大きく花開くんじゃないかな。経験も知識も不足すぎる。精神障害あってもういい年。自分のこと笑えないな。ん？どういうこと？ごめん、よくわかんないわ。俺は障害者だし、学歴もないろくでもない人間だけど、でもなんか自分のことを卑下することはしたくないね。どんなことでも頑張った人間っていうのは頑張った分だけ評価されるっていうのは俺は信じてるかな。なかなかそううまくはいかないけど、努力は裏切らないと思ってる。だから努力したいと思ってる。新しいフォロワーさん、くまさんフォローありがとう。この LINE スタンプ俺もよく使ってる。緑のぬらりひょんさんフォローありがとう。本気で笑える？うん。いや、そういうことでしょ、結局。俺はでもそこを目指してるよ。みんなから愛されて、みんなが子供だとか、家族だって思えるような配信者。うん。なんか俺がワドを育ててるんだっていう。うん。スポンサーって育てるってことだから。ゆらさんはどつ。旅を無計画にしてるのも主導権を視聴者にするため。あ、それはあるよ。うん。あと、その、旅を無計画っていうのは、俺は旅がしたくて旅行なんてしたくないって言ってる。みんなはね、なんか旅行とかパッケージに慣れすぎてて、要は、結局ね、旅行会社とかが作ったものなんて旅じゃないんだよ、あんなの。あれはただの作られたバカンスなの。ディズニーランドなの。俺は、ドラゴンクエストみたいなことやりたいの。モンスターが現れたとかさ、村人 A に聞いたら、どこどこの村で誰かが暴れ回っておる。このままじゃ前に進めないとかさ、ドラゴンクエストがやりたいのよ。で、ドラゴンクエストでさ、先が読めないから面白いじゃん。答えを知ってたりさ、攻略本持ってゲームやるって俺嫌いなのね。攻略本って買わないんですよ。意味がわかんないじゃん。攻略本買ってゲームするってさ、作ってる人バカにしてるじゃん。うん。だから攻略本は買わない、俺は。頭脳派理論派タイプの和道ちゃんはふわっち、頭脳派の理論派タイプの和道タイプはふわっちにはいない。俺別に自分頭脳派だと思ってなくて、なんかね、連女太郎さんになんか頭脳派の和道を行動派のテルチャンピンって書かれたけど、俺結構ショックで、俺まず自分で頭脳派だって歌ったこと一言もないんだよ。俺一番自分の武器だと思ってるのが行動力なので、テルチャンピンよりも俺行動力めちゃめちゃあるじゃん。で、行動だけで示し続けてきたのに、なんか理屈屋っぽくされてるのがちょっと嫌なんだよね。俺テルチャンピンより行動派なんだけどな、みたいな。画面コメントに出るのいいね。ありがとう。うん、ワード2ゆうたん、いらっしゃい。ワードさんは今の仕事は仕事として定年までやるの？今働いてる A 型作業所のことは、3月末で終わりです。3月末で、退社します、僕は。で、配信業1本でやってきますよ。うん、自営業1本でやってきます。新しいフォロワーさん、ためごさんフォローありがとう。うん、旅行よりも旅の方が面白いから、和道さんの旅配信楽しみにしてる。だからドラマは一緒に作るもんなんだよ。だから、なんだろう。俺は、なんか企画じゃないし、それよりも言いたいのは、俺は旅人になるのが夢だったの。風天の虎になりたかったの。あんな生き方してる大人になりたかったのよ。とか、あと、有吉だよね。電波少年の有吉みたいな生き方したから、あれ旅人だと思うのよ。で、その時に重要なのが、旅をしてますっていうのを売りにしたら商品なの、旅が。じゃないんだよ。俺のことを見てほしいの。俺を評価してもらいたいの。その上で配信画面が変わるだけなんだよ。要は、ドラマを広げたいっていうのかな。日本一周します、もぐらさん。頭脳派ではないよね。うん、理屈っぽいところはあると思うけど。うん。配信は定年何歳ですか？俺はだから配信を死ぬ時に配信できたら俺は配信者として完成すると思ってるのね。うん。何歳に死ぬか選べないんだけど、それは人生みんなそうだから。でも死ぬ時にみんなありがとうっつって死にたいね。死ぬところを見せたらかっこいいかな。なんか癌で苦しんでるのか交通事故なのかわかんないけど、その最後の最後の瞬間までカメラが回ってたら俺は悔いはないかな。逆にそのカメラを回さない時に死んだらすごい悔しいと思うよ。みんなと最後はね、カメラが映ってる時に死にたいって思ってる。だから結局定年がないってこととイコールなんだけど、夢はね150個書き出してますね。クリアしてった夢とかを入れ替えたりしながら。交通手段も考えてないですね。だからリスナーさんリアとして「おワド乗れよ」みたいな「オッケー」っつって「どこ連れてってくれんの?」みたいな「いやちょっと俺1週間休暇取ったから有給お前と付き合うよ」っつって仲間増えたりとかで、10日後になんか抱き合って泣いたりとかね、おっさんと「ワド頑張れよ」みたいな「俺頑張るわ」みたいななんだこれみたいな、おっさんとおっさんが抱き合って泣いてるみたいな超ウケるけどなんかキュンキュンするみたいなさ、そういうの面白いじゃん。わどうって俺実はアンチコメ打ってたけどよっつってお前が結構好きだとか言ってそういうの面白くない、とかね、なんかねそういうなんか釣りしてる人とか見つけてさ「お釣りいいっすね」とかさ、なんかなんつうの、もうリスナーさんのリアトとして「うまい飯あんだよ」とか言って「誰お前」みたいな「いけないおいわだうまい飯は連れてくから」みたいな「誰誰?」みたいなのとか面白くない?のんちゃん一緒じゃないよ。死ぬまで配信できないですね。俺はしようと思ってるけど。青春18切符は前回やったね。上腕がマッチョですが筋トレしてますが、あ、ミシェルさんね、俺は花火が一発上がるたびに、ダンベルをするっていう罰ゲームをしてるんですよ。で、2、3ヶ月前の腕見てもらえると、もやしみたいな、もうニートの典型的な腕だったんだけど、みんな筋トレしてる人だと思ってるのね。違うの?俺は罰ゲームをただやってるの要は俺を苦しめたかったらコメントでアンチコメ書くことじゃなくて花火を出せとそう。そしたら俺の苦い顔と苦しみの顔が見れると。だからどん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 重りが重たくなってるの。だからなんかどん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 強くなっていってるんですよ。ただそれだけ罰ゲームです。はい。しんさんね、腕太くなったよねだいぶね。そうそう。ちなみにパンチ力180キロです今。僕は筋トレとか大嫌いですね。興味ないですね。体も鍛えたくないです。難しいよね、俺をいじめてくれって。パルパルみたいなことするのか。俺パルパル大嫌いだしパルパルの配信見たことないから分かんないわ。悪い、俺はパルパルは配信者として最低だと思ってるから。ゆうたんさんフォローありがとう。面白いでしょ1ヶ月で2000回ぐらいやりますねダンベル。配信の職業ってハローワークに出てるの?出てないね出てないですね、サラリーマンしてると日本一周できないから羨ましい。だからみんなの代わりになんかこう自分が見える世界をみんなと共有したいと思ってて、そういう楽しみ方はすごい嬉しいかな。みんながいけない、だから人間ドローンだから俺は。みんながこうやってコントローラー持って「わあ千葉だったらこの辺行かねえかなワード」みたいな言うこと聞かないこと多いんだけど、ポンコツプレイヤーね、ポンコツのキャラクターだからこうやってコントローラー持ってさ、どこどこ行かねえみたいな、そう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 。だからまあなんかこういろんなところみんなと一緒に巡りたいなと思ってる、それこそね俺らが地図を作る感覚だよね。俺らの思い出の場所を作る感覚。そう、なんかどっかで売られてるどっかの旅行会社に書かれてることじゃなくて、俺らが書くんだよ。この場所ではこういうことがあったっつって、ここにはうまい飯屋があるってマッピングしてくんだよね、それってさいいじゃん、そこ行きたくなるじゃん。自分の思い出としても共有できるでしょ、ドラムは筋トレにならないかな。ドラムはね筋肉よりもね俊敏さとか瞬発さみたいな方があった方がプレイとしてはかっこいいと思うよ、だから腕太くなったら音重たくなるっていう理論はあるんだけど、実はね瞬発力あるタイプの人のドラマーの方が多いね。ヤバタンですねジャストミーとアタルさんいらっしゃい。ヤバタンですね。売り上げヤバタンです。そろそろトレーニングしようか。じゃあ成り立たないんじゃないですか長い目で見て。成り立たないか成り立つかは分かんない。俺はかけてる感じなの職業として。結局配信サイトがなくなったら俺ら仕事できなくなるし、人気商売だから結局廃れたりとか人気なくなったら終わりじゃん。今たまたまよくしてもらってるから食ってけるだけなのよ。だけど俺はやるって決めたからやるんですよ。要はできるかできないかを考えるの嫌いなの。そんな不安とかさ、可能性とかさ、計算できるタイプじゃないから、できるかなできないかなって言ってる間に人生が終わってくんですよ。悩んでる時間なんか俺にはいらなくて、やるかやらないかなんですよ。で俺はやるって決めたからやるだけ。業界が滅んだら俺がそこまでの運だったって割り切ってます。だったらバイトでも何でもいいよ。どっちのヤバタン悪い方のヤバタンですね。売り上げどうかっていうと、3月6日間で普通ね15,000円ぐらいずっと売り上げてたの。1日で10,000円以上売り上げてたんだけど、1日今2,000円とかそういうペースですやばいでしょ、なんかね3月はね、なんか決算とか何なのか分かんないけど結構シビアな状態ですね。俺に原因があるのか、なんかこうなんつうの、全体的に盛り下がってるのか分かんないんだけど、ちょっと焦ってますね僕は。まあでもあんまり気にせず、俺ならできるって思って頑張ってます。頑張るしかできないんで。物販？いや、配信業です、僕は。はい。今、NOW です。今、仕事中なんです、僕。笑わせんなって話かもしれないけど、職業ネットタレントなんです、僕。物販はやってないですね。売れてんのかな。おう、株ニートワコツー、いらっしゃい。楽しんでて。来てくれてありがとう。ワコツー。売り上げっつうか、グッズ見てみようか。グッズ売れてるかどうか。グッズ売れてっかな。いや、売り上げでしょ。そりゃそうでしょ。売り上げでしょ。ヤバタンですよ。グッズ売れてね。あ、ステッカー1個売れた？なんだよ、注文キャンセルされてるわ。ふざけんなよ、売り上げ下がったわ。誰だよ、ステッカー買って注文キャンセルしたの。トレーニングがてらパルパルに聖剣好きしようぜ。いや、俺は別にもう一発ぶん殴ったから、遺恨はないよ。ムカついたからぶん殴ったからさ。で、あいつは俺の対戦逃げたわけじゃん。俺指名したもん。パルパルお前とやろうぜ、つって。で逃げた相手とは別に追っかける必要ないから相手にしない。ハッチいらっしゃい、わだつ。焦るって仕事でですか？うん、仕事で。配信サイトは選びますか？俺はふわっちが好きで、ふわっち以外やってないですね、今。たこ焼きさん。ふわっちで、なんかこのサイトを盛り上げたいなーって思ってるかな。だから和道さんが儲かってるか否かは上腕の太さで、そういうこと、そういうこと。腕太くなってきたら、あ、儲かってんなって。で、腕細くなってきたら、あ、儲かってねえなって。そんな感じだね。悪い意味でヤバタン。腕の太さで儲かってるかどうかわかるって面白いね。じゃあ、そろそろトレーニング行きますか。25分。もうちょい喋ろうか。もうちょっと喋ったら、今日のトレーニング配信やります。体とね、首がムチ打ちで、やばい。全身筋肉痛。ハッチ、バーガー10個ありがとう。いつもありがとう、ハッチ。バーガーありがとう。花火2個ありがとう。クールハッチ、花火ありがとう。ありがとうございます。あれずれたな、ちょっと待って。いや俺配信やってるの3年目だよ。あ、じゃあ4年目か。配信自体は結構長くやってるよ。ふわっちに来てから半年ってだけで、ニコ生で活動はずっとやってたよ。職業なら人に怪我させた時の保険は？どういうこと？人に怪我させなくない？配信で。どういうことだろう。ていうか、自営業は、保険結構入りづらいんだよ。社長業は。よいしょ。ハッチから花火いただきました。ありがとうございます。よいしょ。ハッチいつもありがとね。いきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。ありがとうございます。左が上がんねえなこれ。よいしょ。うわー、ポンキチさんありがとう。超古いリスナー。この見てる中で多分一番古いリスナーさんだよ。力也さんの頃って赤坂でしょ、パワースポットでしょ。いやー、あれをゴロリさんのさ、筋肉少女隊も面白かったしさ、力也さんにはかなり勉強させてもらったな。配信者としてガチで怒られたの力也さんが初めてだもん。なんで配信切ったって胸から掴まれたもん。あれは勉強になったよ。苦い思い出だけど、ほんと勉強させられたら力也さんには。あれがプロだよ。要は、力也さんが俺が経営してたお店で一日店長やってくれて、ベロンベロンに酔っ払っちゃったの。で、配信者として俺何ヶ月かしか経ってなくて、あ、やばいって放送事故だと思って、バンになると思って、配信切っちゃったのよ。力也さんがベロンベロンでぐでんぐでんで倒れてるところで、俺配信切りますって言って、力也さんの放送勝手に切ったら、切った瞬間、力也さんがむくって起き出して、おい、なんで切った?おい、なんで切ったんだこの野郎っつって胸ぐらつかまれたもん。1分ぐらい怒られたよ。なんで切ったんだよっつって。要はその時に、あ、ネタとか台本ってこういうことなんだって。盛り上げるために、いや、酔っ払ってたのは本当なんだよ。酔っ払ってるから胸ぐらつかんでんだけど、要は本気で配信する、全部さらけ出すってこういうことなんだっていう。あれは勉強になったよ。人の配信サイトのスイッチオンオフは絶対自分が触っちゃダメって思った。バーみたいなのもやってたよね。ゴロリも娘。そう。パワースポットって言って赤坂でお店やってたんですよ。あれがバー配信の始まり。なら支援しにくいですよ。おお、そうか。まあ支援するかしないかは気分だからさ、任せるよ。うん。あ、この人に支援したいなと思った時でいいよ。全然。強制はしてないから。自営業、公園とやりたいことやってきたの。和道さんって。公園と?ん?何、うん。目標とする配信者はうなちゃんマンかな。うん。ダリアさん。あ、ダリアさんじゃない。タメゴさん。目標とする配信者はうなちゃん。バーみたいなのやった。これ読んだね。橋本くんと絡んでるとき初めて見たな、和道さん。あー。コッペが酒かけたやつか。うん。そうだよ。うん。初めてだから大手の人と絡ませてもらったの力也さんかもな、うん、あれダイレクトで見てた、うん、オムライスまずそうだったよな本当にね。力也さんが500円でオムライス売ってたんだけど、うん、面白かったな。いや、いい経験させてもらいましたよ力也さんからは、うん、あと力也さんがキス凸町やってて配信こっちは回さなかったんだけど、キスしに行った時に、いきなり、もうバーって歩いて行って、力也さんの放送やってるところに、力也さんにブチューっつってディープキスしたんだよ。そしたら力也さんが嬉しそうに、ワード、配信者だねーっつって、ウィスーっつって帰ったんだよ。力也さん戻ってきてほしいな。躁うつ病だからな、力也さん。もう戻ってこねえのかな。結構もう1年ぐらい経つ?力也さん戻ってきてなくて。何やってんだろうね。みどりさんそろそろ回収しに行かないとダメじゃないの。そう、綿あめ屋さんね、うん、力也さんの機材すごかったかんな。バッテリーさ56キロあるバッテリー持ってんのよ。こんな工業用のバッテリーもう3日間これで配信できるっていうやつ。あれ欲しいんだよな。うん、ゲルゲぶん殴ってないよ。ぶん殴ってない。ゲルゲがぶん殴ったっていうふりをしてきたんだよ。イベントとかで怪我させた時の保証は、俺イベントとかやってないからね怪我させないけどどうすればいい、どういうこと。俺イベントとか全然やってないよ、うん、だから怪我させることがない、うん、だからイベントやってる人に聞いて、それはトライパーティーさん、うん俺イベント自体やってないから。懐かしいな。力也さんの話題が出てくるってすごいね。2、3年前ね、2、3年前の話ができるようになったんだもんな。あんなことあったね、こんなことあったねって。懐かしいわね。もうキャリアで言ったら結構長めになってきたもんな。ずっと新人扱いされてたけど、うん、あでもうなにね、凸かけた時に最後の凸かな、うなに言われたの嬉しかったね。あでもお前今何年目だみたいに言われて、あ4年目入りましたねっつった。あらお前まだ4年目なのみたいな。もう7年ぐらいやってると思ってたわみたいな。うなちゃんに言われた時は嬉しかったね。力也つい、え、見つかったの？へえ、配信にちょっと映って緑から逃げてるから今勘弁してくれって。ああ、復活フラグだね。格闘技やるよ。うん、格闘技やるけど俺イベントの興行主じゃなくて、俺は選手なの。だからイベントを主催してる方じゃないのよ。だから自分が死んだ場合とかっていうのは自己責任です。誓約書に書いてある。自分が死んだ場合っていうのは一切不服申し立てはしませんと。うん、だから俺は自分の命をその投げ出して試合に出てます、うん、ちなみに言うと保険も入ります。 ありがとう、フォローありがとう。ケンちゃんとか今何してるんだろうな。唐揚げ屋まだ続けてんのかな。あどうなんだろうね。ケンちゃん今度の捨て頃のことだって俺主催者じゃないからさイベントに関しては便所太郎さんにそれは問い詰めてほしい。そう俺が主催だったらあれだけど、桃襟だって、あ、そうだよね。手満されたとかされてないとかでブレイクしたんだよね。うん、美味しいよね。体張るね。いや、まあ、そう、体張るでしょ。命がけで配信やってんだからさ。こんな面白いイベント出なかったらアホでしょ。死んでも不服なんか言えないよ。目が潰れたって、腕が折れたって、一生障害が残ったってダメだよ。保険は自分で入るけどね。うん。スポンサーさんがこれ自由に使っていいよっていうのをスポンサーさんが個人でついたから、こういうヘッドギア買わせてもらったりとか、あとグローブ、あとまあ新しいスニーカーも買ってツイッターに上げたじゃん。 あとバンテージとかマウスピースとか、あとねドレさんに言われたのが、キックの練習するためにレガースっていうんだけど、すね当て、このボクシンググローブの足バージョンのやつ買ったりとか。あといろいろ揃えないといけないものあんのよ。マウスピースって自分で作っても意味ないから、歯医者さん行ったら1万円でちゃんとしたの作ってくれるから作れって言われたのこの前。だけどあんまりそこに金かけすぎてもダメだなと思ってるから、本格的なファイターになるわけじゃないから、うん、うなちゃんのヤクザの祭り怖かった。いや三社祭りだからみんな怖いっすよ怖いよ。だって全員その人なんだもん、うん、ゴリゴリの人たちだから。怖かったっつったら怖かったっすよ、やっぱ本業の人だから、うん、だけどその中でうなちゃんが「おいワード、おいワード、お前分かったろ、これで俺が不可視じゃないってことだからよ、アンチとかはよ、俺がよこういう付き合いあるの分かんねえけどよ、ああワードお前よかったな、ああ」って言って。これ居酒屋でさ、カメラ回ってない時、ああ何々さん、ああいいっすよカメラ、ああオッケーっすよ、うん、なあっつって、いや俺はよとか言ってもうまんまあの感じ、まんまあの感じ、うん、面白かったな。将来配信サイトを立ち上げてほしい。いやそこにはあんまり興味はないかな、たこ焼きさん。俺がやりたいのはね、生主協会って言って、その生主の生主の図鑑みたいなサイトを作りたいなっていうのはあるんだけどね、うん、相手に怪我させたら大変だよ。それはさ大変だけど、お互いそういう人しか出ないからさ。要は俺の対戦相手は対戦相手も同じく誓約書を書いてるの。格闘技の世界でもそうでしょ、同じでしょ、うん、だからそれを同意の上でやるんですよ。そう、それが格闘技だから、それはしょうがないよ。保険入るとか簡単に入れませんよ。スポーツ保険っていうのがあるの。そういうスポーツで怪我した時の保険があるんです。みんな入ってる今回。まあ自分で払ってねっていうことでみんな自分で払って入るんだけど、うん、スポーツ保険入りますね、年間契約のやつ。まだ俺は入ってない。試合までに必ず入りますよ。居酒屋で土下座してなかったか？うなちゃんまんいや、してないでしょ。うん、なんぼ、ドルさんから聞いたのだと、年間契約で3000円ぐらいじゃないって、その一番安いパック、2000円か3000円かで入れるよ、とは教わった。で、本当に、その、なんつうの、本当に死んだ場合とかの保険料を高くする場合は高いのはいっぱいあるって。最低3000円ぐらいからあるよって言われた。ただの制約？何が？うん。何が？うん。制約。うん。腹減ったな。今日トレーニングどうすっかね、うん、体中痛えかんな。でもね、トレーニングサボると強くなんねえかんな。もう本当に体中痛いのよ。今までのトレーニングで一番きつかったの昨日のトレーニングだよ。実践に勝る経験はないってまさにこれだよね。あんな手加減されたパンチで本当首バキバキバキっつったかんね。超痛えよ。ムチ打ち状態だよ。ほんときつい。死んだら制約で済むんですか？うん。済むか済まないかじゃなくて、法的には裁けないね。格闘技の事故で死んだ場合、主催側が怒られるっていうことはないよ。うん。教会もいいですね。うん。生主と、なんかこう、イベントとか組むような会社は作りたいなと思ってる。金梅さん出るよ、おたねこさん。金梅さんは第一試合じゃなかったかな。のんたんいるいる。ずっと後ろにいるだけで、今日はいないけど、今いないんだけど、いつもいるよ、のんたん。元気元気。最近のんたん見ないけどってアルさん言うけど、最近アルさんが来なかっただけだって。うん、絶対そうだよ。うん見て見て。Look me! Look me! じゃあトレーニング配信するか。そろそろ。おー、すごいね。アクティブ176人。どうした？どうしたみんな。ありがとう。こんなたくさん来てくれるようになったんだ。ただの雑談なのに嬉しいわ。みんなと交流できて。もしよかったら次トレーニング、走ったりとかシャドーボクシングとかするんで、格闘技とか興味あるなとか、和道の放送、旅配信とかこれからも見たいなと思う人はぜひフォローしてください。うん。葬式代とかは自分で出すんじゃないかな？わかんないけど。死んだらね、葬式代とか考えてる暇ないしね。配信界隈では YouTuber ってどういう認識？全然畑が違うのになっていう感覚かな。なんか、俺の持論なんだけど、タレント力とかキャラ力って言って、その本人が面白いかどうかで言ったら、間違いなく配信者の方が面白い。要は、居酒屋に呼んだら面白いトークできるやつは配信者なんだよ。要は、無茶ぶりしても切り返しがうまいのも配信者。で、YouTuber が最近生放送 YouTube ライブでやってるけど、まあ喋れないんですよ。で、YouTuber ってどういう職業かっていうと、要はマーケティングがうまいとか、動画の編集能力が高いとか、作家性が高い人たちなの。だからオタク気質っていうのかな。クリエイター側なんだよ。だから雑談とかさせても面白くないと思うよ。だけど、だから、なんつうのかな。映画監督とか映像クリエイターとか CM 作るのがうまい人たちって感じ。タレントもやってるけど、ピンの喋りをうまさで言ったら、もう配信者からすると、いや、彼らはそこじゃないでしょうっていうか。うん。適当かな？うん、どうなんだろう。雑談好き、ありがとう。カエルさんバーガー10個ありがとう。適当かな？どうだろう。真剣にやってるけどね。うん。新しいフォロワーさん紹介します。フォローしてくれてありがとう。新しいフォロワーさん、レイさんフォローありがとう。顔文字さんフォローありがとう。ミコさんフォローありがとう。うん。素人が軽い気持ち通して格闘技やると死人出ますよ。出るだろうね。うん。アキさんの言う通りだと思う。うん。うん。怖いから練習するって感じ。うん。だって相手はさ24歳でさスポーツ選手なわけですよねえ。体鍛えてるわけじゃん。俺より体力あって、俺はさ32歳でずっと部屋に引きこもってたさ、格闘技経験ゼロなわけじゃん。だから自分の体壊さないようにで相手の体壊せるようにっていうのはやらないとなとは思ってる、うん、オフ会最近やってないね、そういえば、うん、オフ会やってないね。まあイベントの時多分飲み会やるから、イベントに来てくれたら、なんかまた飲もうよ。俺は酒飲まないけど。コーラパーティーだね。トークスキルは確かに配信者かも。生放送に欠かせない。そう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 。だけど、じゃあ、生主やる人は何が苦手かっつったら動画編集とかできないわけじゃん。そう5分に縮めて面白いことできないから。だからまあ属性が全然違うと思ってるね、俺は。怪我がつきものだから心配です。ありがとう、心配してくれてありがとう、うん、だから怪我しないように頑張るよ。ただもう本当に格闘技ってやっぱりさ怪我がつきものだから、お互い割り切らないとできないものだから、テルチャンピンと電話で話してるんだよ。試合前で。別に仲いいから。だけど、怪我すっかもしんないけど、お互い恨みっこなしで、みんなが喜んで、なんか良かった試合だっていうぐらいの試合やろうぜって、お互い言ってる。なんか俺らが一番いい試合だったよねっていうように、ほんとバッチバチに殴り合おうねって。うん。恨みっこなしで、全力尽くそうって、テルチャンピンとは話してるかな。武蔵がテレビで言ってたけど、あんな化け物みたいな連中と試合するなんてビビるに決まってる。いつも逃げてたって言ってたよ。いやー、そうでしょう。だって、武蔵でかいけど、まず武蔵クラスのさ、でかい選手って日本人だとなかなかいないし、ねえ、フィリオとかさ、なんだろう、ピーター・アーツとかさ、なんだ、いっぱいいるじゃん、スター選手が。化け物でしょ、あんなの。あれらと殴り合わないといけないって言ったら相当怖いと思うよ。うん、俺だってドレさんの体格見てやばいと思うし、この前タイガーマスクと試合したけど、スパーやったけど、やっぱ全然違うんだよ。体重が20キロ違うって。20キロ重たいパンチってやっぱやばいよ。首ジャブで首がガキガキって言うんだよ。何回もなったもん、バキバキって。首痛いしさ、ヤバゾウさん怖いっすよやっぱり、うん、怖いけど俺はなんか配信者として一皮むけたいし、なんか本当死んでもいいんだよ。本当に死んでもいいけど、頑張ってる姿見てもらえたら、なんかねえ、病室で俺のこと見てる人もいるから、5体満足で生まれたんだったらモテるものは使いたいからね。九太郎さんね、そこは俺はあそこはなんかそういう戦いだと思ってるから。だからセブンさんはさ2回やるから、だからいいんじゃん。本気でやらないんでしょ。俺は金梅さんがどういう台本で負けるのかっていう。俺は リバーブローバーンって打たれてグエーっていうのが見たいけどね。あれ操作かっこいいよね。I'm four times champions ってね。ワトツアーちゃん、次枠はね、シャドーボクシング練習枠です。もしよかったら見に来てください。フォローたくさんありがとね。ヒロさんこんばんは。よろしくお願いします。フォローたくさんありがとう。これから練習枠2時間やります。久々に雑談集中できてよかったよ。ちんこいじろうさんフォローありがとう。すごい小手半だな。ちんこいじろう、死んだら困ります。まあいつ死ぬか分かんないから、配信で死ねるなら配信者として本望ですよ。まあもちろんね、死ぬために戦うわけじゃないから、俺、Oフレーム六本木で見たことあるけど、あれはモンスターだよ。あれと戦うなんてありえない。やっぱ格闘家すげえ。すごいよね。俺もね、レイセフォーっていう好きな選手見た時はもうやばかったね。これは死ぬわっていう。骨格が違うんだよ。フレームっていうのかな。もうこんなんが歩いてんだよ、本当に。ダーンって。レイセフォー180ぐらいしかないから、そんなでかくないはずなのに、2メーター20センチとかもう化け物みたいに見えたね。本当に怖いよ。じゃあ皆さんありがとうございました。最後にアイテムくれた人を紹介して終わりにしたいと思います、この枠は。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。まずですね、風船くれた人を紹介します。モモンガさん、嵐のルーシーさん、ヒカルさん、ゆめさん、風船ありがとう。バガくれた人、カエルさん、ハッチさん、みさきちゃん、つみきちゃん、わたげさん、ブロリーさん、野間犬さん、カンウさん、ブロリーさん、黒馬さん、マキルさん、黒馬さん、バーガーありがとう。風船くれた人を紹介します。ハッチさん、レクチさん、バタフライテールさん、レクチさん、ありがとうございます。最後に、花火いただいた人、花火くれた人を紹介します。ハッチさん、風船ありがとう。風船2個。引き当てさん、風船10個ありがとうございます。以上がスポンサーさんです。ハッチ風船10個ありがとう。鉄みたいな、わかるわかる。じゃあみんなお疲れ様。また後で会いましょう。10分後かな。10分後、5分後です。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。